93.0 AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。ハリセンボンの箕輪はるかです。本日はなんとナイツザラジオショー放送700回目です。でも特別なことはしません、うん、これまで1回1回の放送を大切に積み上げてきたらこの数字になった、ただそれだけなんです。700回は一つの通過点、ラジオはいつも変わらずあなたのそばにいます。平日の午後に笑いを、そしてリスナーの皆さんに愛を届けて700回、うんね、うん、今日もあなたのお耳の恋人、うん、ナイツのお二人です。どうも700回です。ただ昨日ね、はい、そうそうそう、右端に回数花さんが気づいたんだね、699回って、はい、見て今日のこの、はい、あの Q シートのあれ、695回じゃねえかよ。おい、どうなってんだよ。あれ、だから昨日終わった後に、うん、なんか揉めてたんだよ、うん、699回だから明日700回でいいのって聞いたら、そのディレクターによって数え方が違うんですって言いました。それも意味わかんなくて、そのナイツラジオショーじゃない誰かの代演の時は、うちらが休みの時の、うん、なんかね、伊集院さんのラジオショーとかの時は入らないんじゃないか、入らないんじゃないかっていう、入れてる人と入れてない人がディレクターで分かれてて、それでその人の後を引き継いでるから、うん、ディレクターさんもやっぱりコロコロ変わるじゃないですか、うん、そうすると引き継いじゃってるから、そのままその人は上書きしてるとか、あと単純に俺は絶対ミスでもう上書きしない人もいると思う。そうだね、確かにそのままになっちゃう、うん、結構あのラジオのこういう原稿とかさ、めちゃくちゃあるんだよね、毎日やってると。本当にあの、コピペでコピペで繰り返して作ってる感じがするからね。先週のが残ってました、ね、残って、全然残ってんだよ、ね。だって、チャキチャキなんかも漫才業界を面白いく、ゲストがなんとかです、全然女優さんの名前になったりするから、そんなわけないじゃんみたいなさ。全然そういうの直ってなかったりするから、もう信用できないの、ここのプリントの声、690本当に700回かどうか分かんないよ。分かんないよ。そうですね、うん、ちょっと期待させてしまいましたけれども、ね。本当に、だからちゃんと数えてね、何あ、メール来てる。あ、700回メール来てんの？回数に関しての。ロシアンブルコさん。はい。昨日の放送最後に、明日のラジオショーは700回とおっしゃってましたが、うん、申し訳ないですが、自分がメモしてた記録によると、すげえ。700回はとっくに過ぎております。そうなの？今日放送分は718回になるんじゃないかと思います。うっそ。ナイツがゴロの712回は、先週火曜の郁恵さんが乱入した回になるほど過ぎてたんだ、712回も。ただナイツの春夏休みでナイツ以外の冠がついた回が26回あり、うんうん、それを差し引くとまだ700回未満です、うん、ああそっか、じゃあ今日のこれ695回っぽいか、それでも、はい、第692回それ差し引いても692回、だから695も昨日の699も意味が分かんない、だ電話で出たから入れとくかみたいになってんだよ。そういうのもあるの？そういうのもあるんじゃない？リモートでだからとか。で、この話で興味が湧いて、代打パーソナリティ会及びレギュラー陣がやむを得ずお休みした会を一覧にしてみました。うん、添付参照。やば。2022年のコロナ禍は怒涛で、うん、土屋さんが1、2月は計21日休んだと言っており、うん、特に7月19日はレギュラー3人ともスタジオにいない超変則放送だったりと大変な世の中でしたね、うん、その前の週はるかちゃんが火曜日に助っ人で登場したのも嬉しかったな、うん、こうなったら第888回をアニバーサリーにしてはいかがでしょう、うん、ラジオショーが末永く続くこと心からお祈りしております。これは絶対ダメだよ、俺712回はせめてナイツだからっていうふうに言ってたんだから、うん、 はいはい、あれはこれそっか、ロシアンブルコさんが参照言うの間違いないよ、うんうん、ね、もうずっと多分初回から聞いてくれてるもんね、うんうん、692回なんじゃないか、じゃあ何なのこの695回もみたいになってくるし、なるほど、これ数え間違えて、それで昨日は699回っていうのも明らかじゃないし、データスタジアムちゃんと入れてる？データスタジアム、データスタジアムの入れなきゃダメだよ、昔のあれでしょ、ホームページでしょ、なんか90円とかの会社データスタジアムってあるんですよ、90円のあのデータスタジアムいいじゃん、あアナリストの人呼ばないと、あれすごいね、90円の数数えもすごいよね、あれすごいから、なんか回数とかさ回数全部取ってんだから、なんかもう内角に入った数とか、うん、そういうのも全部入れてるんでしょ、びっくりするよね、あれどうやってやってんのさ、ラジオもだからデータスタジアムどうやらないでしょそんなの、
誰もやんないでしょ、それ。何回導入したところでちゃんと数える人。何回ボケたかとかさ。いないんだ。ボケだろ。これもう、だから何回。やったことないよ、そんなの。そんなの、今までやってた。100万回のボケですとか。そういうの、ババーとか音楽流してほしいの。途中で。そうなの、今の。数えてる人一人もいないよ、そんなのは。リスナーね、大沢優里さんなんかもトータル50回ぐらいボケてるでしょうね、大沢優里さん。もっとボケてるでしょ。いや、わかんないけど、優里さんがあんまボケるイメージもないけども、やってる回数からしたら少ないだろ、50回は。何十年ってやってて。張本勲みたいなことでしょ、大沢優里さんが。そういうこと、ホームラン3000本安打みたいなさ、一番試合出てる人みたいな、まあね、野村克也さんみたいなことでしょ、バカ数がやっぱり。そういうのはちゃんと取っといてほしいな。だからまあちょっとまあね、休みの回とか、そういうのの時にタイトル変わったりするから、それでややこしいっていうのはわかるけど。ざっくりその何周年とかにしましょうかみたいな提案もありました。何回じゃなくて何周年でいい、はい、9月だっけ、うん、じゃあここに書かないでほしいな、俺ここに気になっちゃうんだ、これ何回って書いてあると、数字をね細かく書くと、あそうか、何百回かみたいなさ、はい、あのだってね、うん、その上沼恵美子さんのエミチャンネルの時とかさ、解決エミチャンネルね、毎回その何スタジオの前に一回前室で全員集まって、うん、はい、スタッフさんが、第千何十何回、上沼恵美子のエミチャンネル、言ってたからねっていう度に、あの上沼さんが横で、あ、もう千何時間前、そんなやってんのって、毎週のリアクションやってるからね。あれ。そんなやってるとか。見たことあるでしょ、見たことあるよね。やってるよね。あの前室でさ、ね、解決チャンネル843回、うん、そんなやってるなっていうね、いつもあれやる。すごいやらせちゃってるんですね、上沼さん。あれをね、やっぱり毎回、あれ絶対数え間違えてるわけないもんね。あそこのもう、スタッフさんも。だって800回記念でベナンに行ったからね、俺たちは。あ、そうそう、一緒に。ベトナムに行かせてもらいましたよね。とんでもない旅行に一緒に上沢さんと行ったそうそうそう。あ、何大宴の休み会。これ何、あ、これは誰が、あ、ロシアンブルコさんがまとめてくれたやつ。こんな表を作ってきてくれてんの、すごい。すごくないこれ。ちゃんとやって2021年から。エクセルで作ってんじゃん。ねえ、エクセルでちゃんと作ってる。これ、いや、スタッフさんが作ったのかと思うよ、これ。こんなしっかりした。こんなの、スタッフさんは作ってないと思うな、俺。だから、すごいな。そっか、タイトルが変わってっていうことね。まあ、そうなんか、ウエストランドラジオショー。うん。カノエコラジオショーとかね、そういう名前変わってる回もあるけど。これでも、ちょっと、勉強になるね。うん、こんなに、あれなんだ、みたいなさ。ね、うん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 。はるかちゃんはあれ休んだのって、うん、あの旅行の時ぐらい、あ、そうですね、リモートで出演でしたけども、そうだね、リモートで出た回とかもあって、はい、うん、そうですね。この2022年土屋休みってなんでこんな休んでんの、え、2月から2021年、うん、どこ2022年のレギュラー陣お休みって本当だ、だってこんなもうコロナ、これはだってもう7、8、9、10だからもうコロナでしょ多分、うんうん、陽性出ちゃったらもうその期間、2年前ってもうそんなんだったんだっけ、ま、いやもう全然ね、2週間ぐらい休み、10日間とかあったよ、もうそれも覚えてないね、もうね結構前に感じるけどね、あ、そう、もうなんか4年ぐらい前の、いやーそうだよ、だってみんなマスクしてと、うん、アクリル板あったもんね、そうですね、ああその時だもん始まったのが、そうだね、そうオランダから中継とか書いてあるの面白いね、え、何オランダから中継してるすごいよね、オランダからって。バブルの。バブルみたいな、本当だよね。自腹で行ってる旅行だからね、これ。番組一切お金出してないでしょ。昔のフジテレビのドラマじゃないんだからさ。オランダから中継出演とかっつって。いいね、そういうのもありましたけど。はい、まあ、とりあえず715回ぐらい振り返ってるけど、今日は700回ではないんです。その決めましょうよ。だから他の人が来園しても、ね、うん、ナイツザラジオショーっていうことにしていいですかっていう、うん。ここでちゃんと決めちゃえば、数えてくれるってことだよね。ってことですよね。そう考えると718回。ロシアンブルコさんの。わかんないけど、ロシアンブルコさんの意見いい。正式でいいですじゃなくて。正式でいいですじゃなくて。ロシアンブルコさんのやつでいいですじゃなくて。なんで諦めてます、ね、数えようとしないの、うん、まあ確かになんか鏑木さんとかに調べたらミスが起こりそうだけど、ロシアンブルコさんの方が信頼を受ける。500回した本当に、はい、数えたんですけど500回した本当に数えました、全然数違う、はい、はい、少なすぎないですかなりそうだから、それはもうロシアンブルコさんで
母ちゃんの休みはどうします？だって休みはもう入れますよ。当たり前じゃないですか。夏休み会も込みで数える。うん、そうで当たり前じゃないですか。自体はだってね、続いてるわけだから。洗っていいともだって、そうでしょ？そういうシステムでやってきたでしょ？そうでしょうね。うん。朝、今だって朝一だって、うん。そうやってるでしょ？花丸さんいなくても。今日カビラ J さんが一緒にいてたけどさ。だから、あの、名前が完全に変わっちゃうからややこしいんじゃない？その、なんか、あの、高田文雄のビバリーヒルズみたいに、一応その入ってるじゃん。高田先生が出てない回も。うん、だから、そうなんだ。うん。なんかそういう名前入れるとか、ね、あとなんか、いいともも森田和義アワーって一応入ってる。ああ、そうですね。じゃね。なんかそういうのが、一応入ってる。それ、だから俺の理論から言うと関係ないんだと思ってるね。うん、だから、中川家サンドイッチマンもないざらしようと思ってるから。また親切が、また親切、考え方変わってくる。大演、俺たちができないから、大演でやってくれる。ずっと大演だと思ってた。だと思ってるから、そう考えたら、先輩は超えてる。先輩の番組を。そう思ってんだよ、俺は。じゃあ土曜日も一応もうラジオショーだから。ラジオショーだと思ってるから。全部数えて、行くと。その、まあ、そっちの方が数は数だから、ラジオショーだけに特化してやるってことでいいですかね。うん、そうすると、中川家さんも、サンドイッチマンさんも、うん、全部一緒でいい、全部一緒の数え方でいいんじゃないでしょうか。いいそうそう。その、要するに、そう。ね。ね。番組の月火水木が我々がたまたまやらせていただいてる。だからラジオショーの回数だよ。そしたら、ラジオショーの回数ってことです。1000ぐらいいってるかな。ちょ、もうちょっと。まあ、放送中に間に合えばね、ロシアンブルコさんが出してもらえるんでしょうけど。放送中に間に合えば。なんでそんなことしなきゃいけないちょっとお願いします。お願いします。大変ですけども。ロシアンブルコさん。大変だと思いますけどね。そうだね。まあ、数は稼げた方がいいからね。そうそうそう。1000回とかって、なんかね、はい、どんどん言いたいもんね。言いたい言いたい。そうですね、やっぱり、うん。そのために名前を統一したんだから。そうだよ。もともと違う名前にしようとしてたのに変えてくれたんだから、向こうが。そうそうそう。せっかくラジオショーって言ってるんだから、全部合わせた方がいいよ、ね。合わせた方がいいよ。そうですね。そうだ。まあ土曜日はちょっと、なんつうのかな、増刊号みたいな感じだけど、俺の中のイメージ。増刊号うん。意味、あの、時間帯ちょっと違うし。いいともの増刊号みたいな感じ、うん、そうそうそう。うん、あまあでも、うん、そうだね、その回数がいいな。うん、あ、来てる。ケーマートさん、あんまり盛り上がらなかった回はノーカウント、めっちゃ盛り上がった神回は2回分とかで集計してたりしませんか？そんなのはもうわけわかんないだろ。そうなるとそうなると誰が判断誰がいるの、そういうプロフェッショナルの人が。そうです、ね、2時間半聞いて今日はカウントなしだな。そうですね。ちなみにナイツは漫才した回数を数えていますか？1万回言ってると思いますか？そういうネタを俺は昔作ったことがあるの。ね、野球が好きで、野球っていうのは全部記録に取ってあるけど、漫才の記録っていうのは、ないよ、ね、俺は実は全部取ってるって言って、うん、で生まれた時からもう全部あのボケの数を数えてるって言って、うん、生まれた時からのボケの、まあ、なんかへそのをつけてきたっていうボケから、ボケじゃねえよ。全部みたいなことをずっと言うっていう漫才昔やってた。ボケなんだよ。それで実は今日、うん、この後、記念すべき、なんか、うん、1000万回目のボケなんです、みたいなことを言って、うんうんうん、みんなにこう、今からやりますね、つって。花は、ね、つってなんか、あれでとかやって、なんかそのボケ見たら終わるネタかな。そうそう。アニバーサリーっていうね、そういう感じのネタあったね。だから漫才の回数は、うん、まあなんとなくわかりますよ、そういう意味では。別に東洋館出た回数とか数えれば。難しくはない。ボケの回数とか、ほんとそういうのはもうわからないです。漫才した回数、マジで何回ぐらいなんだろうね、今ね。高校まで。だいたい年間。年間300だとして。でもピークの時は600ぐらいやってた。600ぐらいやってたけどね。ね、それをこう全部で平均してこの24年間、うん、合わせるとどれくらいになるんだろうな。でも昔はもうライブに月1回ぐらいしか出てなかったから。まあそうだよね。だから、うん、そう考えたら、うん、まあ今はもう東洋館とか新ネタとかじゃないわけじゃないですか、うんうんうん、その、まあ、この前園芸温泉の杉山とも喋ってて、うん、もうネタが浮かばなくなりましたと、うん、で昨日清和さんとちょっといろいろ話してたら、うん、もうなんかネタ分かんなくなってきたって言うんだよね、最近。作り方が、うんうん。それってさ、ミュージシャンとかに比べたらもう異常じゃん、俺たち。まあ作ってる数がね。作りすぎじゃん。うん、で、そんな50本ぐらいで良くないかなと思ったわけよ。もう、もし。一生ね。一生。一生に。なのに、うん、ライブあるごとに新ネタ作ってさ、うん、
そう下ろしてってやっぱ異常じゃない。そうだね。だって今まで300本ぐらい新ネタ作ってるわけじゃん。それもアイデアない、ないぜ普通、ね、だからちょっと異常な仕事を俺たちはしてるってことを認識した方がいいですよって清和さんに言ったら、そうやんな俺間違ってないよなって言ってた。もうだからもう昔作ったやつをもう一回ブラッシュアップしたらいいんじゃないですかって、あったありがとう、救われた。なるほどね。今の話は漫才イップスみたいになっちゃってるみんな。あれ新ネタってどうやって作るんだっけみたいになっちゃってて。作れなくて。特に時事ネタじゃない人はね。なるほどね。俺たちは時事ネタがあるから、なんかやばい、スランプだと思ったけど、河本のおかげで少しネタ。おかげでって言うなってだから。あ、思い出した。そう。その、思い出した。そのなんだろう、バッターで言うと、ホームランバッターというよりも、その足で稼ぐバッターみたいなことなのかな。足にスランプないみたいな。足にスランプない。新ネタにスランプないみたいな。そういうことなの。飛ぶボールが提供してくれたんだ。最近飛ばないボール多かったけど飛ぶボール変わってくれたみたいな、うん、感じだから。でもやっぱりミュージシャン の、うん、あの曲はやっぱりね、うん、同じ曲を聞きたいって言ってくるけど、うん、同じネタを見たいって言ってくる人あんまいない。それはショーレースだけだと思うよ。ショーレース、ショーレース以外は同じネタももしかしたら見たいのかもしれない、うん、ああお客さんの本当に気持ちになったら、うん、そうなのか、うん、まあ、まあ同じやつやってるけど全然やってるけど、めちゃくちゃやってるんだけど、めちゃくちゃテレビでやるときになんか必ずこう一回やったやつじゃないネタありますかって言われるから、例えばドブロックだったらやっぱりまあまあそっか、新ネタか、もしかしてもはやってほしい、であと大きな一物もやってほしいとか、そういうのはあるよね。そこにプラスちょっと初めて聞く曲とかがあったらちょうどいいぐらいの。そうなんだよね。あのパッケージがあるかもしれない。だからそっか、ドブロックも営業もう10年一緒にいて、そうね、 10分とか15分のドブロックのやり方をものすごく見てるから、うん、もう本当に苦戦してるの分かるんだけど、うん、やっぱキングオブコント優勝してるわけだから、うん、大きな一物のネタをどうしてもやっぱ本人たちはやりたいっていうのはあるんだよね。だけどあれをフルでやると、うん、なんかもうあの設定じゃないから受けないんだよね。あれコントだもんね。コントだから。だから、すっごいその大きな一物の入れ方がうまいんだよ、ね。うまいね。ワンフレーズだけ入れるのをうまく入れてね。うん。何、うん、ですか、そんな、私たちの大きな一物をくださいですかってこと言って。フォークから自然と行くっていうね。そのタイミングの森くんすごいよね。森くんうまい。だって江口くんが喋ってるところから急に歌が始まってジャジャンって入れるわけだから。いつ始まってもいいように弾けるようにしてるから。そうなんだよ。あそこうまいんだよね。お客さんも嬉しいですね。そうそうそう。やっぱせっかくね、見に行ったらやっぱそういうの見たいっていうのもあるけど。江口くんがさ、声出ない時があるの最近。ここ最近多いの。その時に森くんが必ずやるのが、あの、お尻から風船で、お尻から空気出して風船膨らませるってやつ、やるよね。うんうん、やってんだけど、あれを、この前、もうそのさ、すごい多いから、江口が、あの、なんだろう、その、自分のあれだけどあれ限界あるから、クシュッシュってやつあるじゃん、あの、空気入れ。空気入れ。あれを、なんか一応持ってきたんだけど、あれ常備してんだよ、ポケットの中に。あれが面白くて、江口くんの声が出ないでなった瞬間にあれ取り出して、お尻のあれをやろうとしてるんだよ、今。相方だな。そんなのね、しなくていいぐらいいい、面白い曲いっぱいあるのよね。すごいね。江口くんもやっぱその年なのかな、やっぱちょっとなんか声が。不安定になってきた。最近ちょっと出ないって言ったね。そうね。休めないと。でもめちゃくちゃ筋トレしてるって言ってたよ。そうでしょ。すごいしてるんだ。毎日、もう20年ぐらい毎日ずっとやってるって言ってたよ。ミュージシャンだね。すげえ食わない、あいつ。食べる。それもあんじゃないの？あいつすげえ食うね。江上と同じぐらい食うから。江上が食うの笑っちゃうんだよ。笑っちゃうんだよ。絵がついてるから。絵の上江口は。からさ。あの、タイタンライブ出てたでしょ、タイタンライブに。タイタンライブ、はい。ね、出させていただきました。の金曜日だ。はい、そうですね。ね、初めて。初めて出させていただいて、その、シネマライブって言って、映画館でも見れるんですよね。あ、そうそうそう。中継されてんだよね。面白いなと思って。ね。その会場の空気はわかるんですけど、出てると。その、シネマの方の、
か反応が分かんないじゃないですか。そうだね、そう、映画館で爆笑とかあるのかなとか。確かに、ああいうところでお笑いライブ見て中継で見たことないから、どんな空気なんだろうね。そうだね、一回もね、やったことあるけど見たことないからね。そうですね、うちらもね、独演会とかそういうのやったりしてたけど、会場の空気って分かんないね。そうですね、なんか滑ったりとかなんかトイレタイムになっちゃう時とか あったら嫌だなとか。本人いないから、まあ気兼ねなく行けるよ、ね、そうですね、トイレタイム。でもさ、タイタンライブってさ、なんで次の日さテレビでちょっと流れんの。ああ、いつも流れない、なんか、はい、だから、でで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 でバイデンバイデンじゃねえよってそこ切り抜かれてさ流れんだよ。でハリセンボンも流れてた、夜遊びのアイドル。俺テレビ見てたら、うん、昨日タイタンライブが行われとかって、うん、ハリセンボンで、うん、なんかつかみみたいので、うん、はい、今日ハリセンボン目当てに来た人、うん、気ぃつかれとかって言ったそこなんだ。そこ切り抜かれててさ。そうですね、漫才やったんだ。じゃあ漫才を、はい、やらせていただきました。いいね、出囃子がさ、なんかさ、正直なんか俺嫌なんだよね、タイタンライブで。ちょっとまあ、うん、あの落ち着いた感じで、シーンってした出囃子。なんつうの、本とかの名作のあれなの。太田さんが多分好きな本とかなんだと思うんだけど、昔愛読書の、あれ、絶対滑るじゃん、あんなの。あの出囃子だった。何なの、漫才協会とかとは全く真逆の空気だよね。真逆だよね。その、そうですね、うん、普段やる笑いライブとは違う。うん、そういう本っていうコンセプトはなんかあんの、あれは。そんなでもずっとやってるんじゃない、うん、それ。なんか芸人さんに合わせた、うん、その小説の部分を。そう、一応、なんか選んでくれてるらしい。それはじゃあ、うちら見れないからね、あんまり。そうなんだね。そうそうそう。おしゃれだね、だろ、そう考えると。おしゃれだよね。そうですね。うん、ただ、その短時間で読み切れない。そうか。そう、文章。うんうんうん。そうだよね。うん、そうだ。新ネタやったんですか。あ、うちは、はい、そうですね。新ネタをやらせていただきました。作ったの、じゃあ。書き下ろしたの。あ、はい、書き下ろしたというか、二、うん、人で、はい、作って、やらせていただきました。大丈夫、被らなかった爆笑さんと水原一平さん。そういうタイプじゃないし、ハリセンボン。時事ネタ漫才やってない。水原さんをいじるみたいなことはやってないんで。はい。急にやったらお客さんもびっくりするから、ね、なんとかじゃねえよのやつはたまに時事ネタというか割と旬な人やったりとか、ね、はい、結構そのタイミングで出てきたりする、ね、うん、あ、それ時事ネタでしょ、じゃん、ね、時事ネタだから一番時事ネタだよね、言ったらね。確かにそうですね。あ、じゃあなんかニュースとか見てて、はい、あ、いけそうっていう人が出てきたりするんだ。そうですね、また定期的になんかオリンピックとかあったりするとなんか一人ぐらいはいるね、似てる人が出てきたりする。そうだね、あ、そうだね、あの人はできないか、岐阜の町長じゃねえよって、あれちょっと全然違う全然違うか、顔違うか、全然違うか、ちょっと違うかもしれない、ね、似てないかもしれないですね、確かにね、うん、そのなんとかじゃねえよっていうのは、はい、つかみなの、中盤なの、終盤なの、それなんかあんの、順番とか。あ、でもつかみにやることもありますし、うん、ちょっとネタの中に入れたいみたいな感じだったら、うんうん、最初は言わずに、あ、なるほど、時もあったりとか、なるほどね、はい、考えてるんだやっぱね、ありますけどね、うん、でもやったら結構本当にお客さんも喜んでもらえるので、うん、それがすごいなと思いますね、うん、いや、すごいものを見つけたよね、うん、生のやっぱそれ見たいでしょ、ね、お客さん絶対、うん、いやね、その嬉しいですよね。ハリセンボンの舞台の数ってどれくらいなんだろうね。その今まで。今まで、そのすごいやってた時はそのやっぱルミネと浅草の演芸場と往復とかそういうこともありましたね。そういう時期もあったんだよ。ハリセンボンもネタめちゃくちゃやってた。そうですね。6回とか8回とかやってる時もありました。吉本はそう一日発生とかがあるから、ね、絶対じゃないもんな俺たち。でもそうそう、なんとかじゃねえよみたいなさ、はい、拍手もらえるやつってさ、うん、一個でもあるとだけすごいじゃん。俺たちないからな。ああ、そうだね。そういうないの。要するに、ごめんね、ごめんね、とかあるんだけど、有事工事。ないんだよね。拍手もらえるのって、稽古師匠の真似した時ぐらいじゃない稽古師匠の、まあ、そうだね。真似した時に、なんかちょっと拍手起きるけど。そうだね。うん、まあ、そのなんかちょっと違うよね。ちょっと、まあ、違うね。まあ、モノマネだからね、あれは。
でその場所にもよるもんね。東洋館とかは受けるけど。そうそうそう。うん、で、その感覚が俺、麻痺させちゃってるから、うんうん、テレビとかでたまに稽古所の真似やったら、うん、すっげえ受けると思って、なんか M1、去年の M1 とかでもすげえ滑っちゃったんだけど、なんか、あれ良くないと思って、なんかこう、殿下の宝刀みたいな感じでやる。こっちはやるんだけど、お客さん全然知らないし。よく聞いてる人はね、あれが聞けたってなるんですけどね。それないんだよね、そういうの。なるほどね。いつまでもできない。まあ、ヤホーって言ったって、もうあんまり受けないしね。ヤホーも知らない世代いるでしょうしね。ちょっと変わってきちゃってるんですかね。ヤホーもなんかその拍手もらうようなギャグじゃないからね。ギャグじゃないから。うん、待ってましたみたいな感じじゃないからね。あれは最初の肛門見えても。でも、ごめんね、言わしちゃって。肛門見えてもで、ね、拍手なんかもらってない。やばいだろ、意味がわかんないで、肛門見えても、ね、拍手するようになったら。そうなんですね。そうだね。そういう時にでも間が狂うよ、そんなの。こうも見えてもってなんでこんな言われるようになったのかね。やっぱさんまさんと岡村さんが好きだからね。あ、やっぱいじってくれるからか。うん。うん、ああ。もうものすごい笑うから岡村さんが。そうだね。こうも見えても。こうも見えてもね。って笑うから。嬉しいよね、それは。嬉しい嬉しい。ね。だから。言わなくていいのに、なんか、あ、そうだ、今日言ってないから入れなきゃって思う時もあるもん。肛門見えてもって。あ、そう。うん。あ、そうだね。そうだよ。なんか後半に入れてくる時あるよね。あるある。急に。うん。それは、うん、それは俺ちゃんと考えて、うん、ドブロックの後の時に、うん、すぐ 言った方がいいのか、うん、やっぱりでも、ドブロックの後で、下ネタが続いた後に、うん、これ以上の、なんか汚すの嫌だなっていう。ちょっとあるんだ、そんな気持ち。あとでやるよ。これ以上はっていう気持ちあるんだ。うん、最近、ドブロックが、お尻のネタやるんだよね。そうだね。うん。なんとかしたとき、うんこが出たときっていうネタをやるんだぞ。で、そのうんこ出たときで終わるんで、それで。はい、で、その後すぐナイツで、肛門見えてもってなるの。ちょっと、なんかこう、なんだろう、想像しちゃうじゃん。うん。より、どっちもダメだけどね。順番とか関係にどっちもダメなんだけどね。ドブロックもおかしいし、こう見えてもおかしいんだけどね。うん、下ネタやんないっすよね、絶対。下ネタそうですね。うちらがやってもウケないだろうなって、うん、あるね。そうだよね。やらないだけかもしれないですけどね。めちゃくちゃウケるなら、もしかしたらやってるかもしれないです。まあそうだよね。そうだよね。やらないよな、ね、普通は。もうでも、大成功で、タイタンライブも。タイタンライブですね。はい、昨日のスイダウがそうですね、うん、10周年、うん、ということで、はい、やってましたね、ランキング出してね、人気投票。もうだからおぼんこぼん師匠の企画なんかが、うん、僕なんかは、うん、もっと上位かなって思ってはいたんですけど、うん、30位でしたね。やっぱ、はい、なんだろう、芸人の間であれおぼんこぼんの企画良かったねってすごい言われるからことは多いね。なんかすごい自分たちの中で、うん、そうだね、もっと上位かなって思って、一般の人の感覚ではやっぱもっといい企画がいっぱいあるってことだろうね。かもしんないね。なんかやっぱ芸人の方が共感が強いじゃん。そうかもしんないね。あのやっぱコンビ仲悪くなる、仲良くなれない、こじらせる感じ、あれのやっぱヒリヒリ感とかの共感はやっぱり芸人の方が芸人ランキングだったら多分相当上だと思う。またちょっと違うかもしれない、ね、うん、この前誰かチャンス大城さんも1位がおぼんこぼんなダントツで、僕はもうあれですっつって、で小籔さんが選んでくれたじゃん、うんうん、俺小籔さんとさ、うん、歌ネタ王ってあったんですよ、うんうん、その日、うん、このオンエアの日、うん、司会だったの、うんうん、俺審査員でいて、うんうん、それで楽屋で小籔さんの部屋ちょっと覗いたら、うん、スイダウつけてたの、うん、でなんか1時間ぐらいちょうど空き時間があったわけよ、その宴会までに、うん、で俺楽屋入ってって、うん、一緒に見ませんかって言って、それで全部説明しながら、ね、あ、オンエアを一緒に見たの、一緒に見たの。だからそれで多分小籔さんもより最後のもう結婚式 の, あの仲直り会、そうそうそう、うわ、そうや、そんなことあったんやって言ってたから、多分それもあったんじゃないかなと思って。そっかそっか。いやね、ありがたい。それ でもやっぱ俺あれ超面白いね、鼻血のおじさん。釜持って追いかけていく。めちゃくちゃ面白い、あれ。あれすごいよね。あれ全然結局仲良くなってるのがすごいよね、またね。そうだね。よく。だってもうすげえわ。あれあのまま逃げてたら、もう、やばいもん。オンエアできないわけだから。うん、ね。仲良くなってもあれ応援して、許可取ってないと思うよ、なんか。わかんないけど。絶対、いや、取ってるだろ。絶対見ねえだろうと思って。何が好きですか、はるかちゃん。
私はのこの中にないやつでも、うん、そうですね、うん、でも人がいるシリーズとか、うん、やっぱすぐ笑えますもんね。面白いよね。自分がプレゼンで出たことあるの？あ、プレゼン何度かありますね。何だったかな、うん、はい。いやでもね、うん、面白いですよね。やっぱ瞬間最高風速みたいな感じだと、うん、やっぱあのファーストラブのやっぱあのハウンドドッグの、だってあれナレーションの服部潤さんがもう入れられなかったって言ったもん , 笑っちゃったでしょ。笑っちゃって、ね、あの服部潤さんも全然ナレーションが入れられなかったなって。ダハーの代表あれがもう全然あれはすごかった。初めて見た時壺に入っちゃって、うん、言ったとかさ、なんかあんなのあの後に言わなきゃいけないんだよ。絶対できないじゃん、ね、もう無理じゃん。無理だよ、ね、そうだよ。あの松本人志ロシアのスパイ説ってなんかあったよね。あったね。ブサイク浜田をなんか USA に分けてなんかこう。ああ、なるほど。陰謀じゃないかみたいな。陰謀じゃないかみたいなさ。ほんといろいろ考えるよなと思いますけどね、改めて。やっぱりそうなんだよね。これすごいよね。結局、思ってもこんな普通やらないし、できないんだけど、まあ、ダウンタウンさんとかを使ってないからこそ多分できるんだろうけどね。逆にもうね、うん、芸人さんのスケジュールとかさ、多分こんなダウンタウンさんがあの絶対令和とかのやつできないじゃん。令和のやつ令和出るまで出られません。だからやっぱりなんだろう、できるんだろうね。面白いこと考えても、うん、ギャラとかさ、うん、高速とかって考えちゃってできないでしょ、うん、だから企画があってもできない番組多いじゃない、うん、それがすごいんだと思う。まあやっぱこの番組からそれでやっぱ有名になってね、うん、売れてった芸人もいっぱいいるなっていう感じだよね。すごいよ本当に。うん、面白いよね。いやー、一番売れたのは大江豊くんが一番売れたんだろう。そんなことないだろ。あれで仕事は増えないだろ、別に。落とすね。あれでそんな仕事増えるの、大江豊くん。やったるぞ。あれやばいっす。あれやばいですよね、ほんとね。さあ、それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! こんにちは、ナイツの土屋伸之です。花輪伸之です。木曜パートナーのハリセンボン箕輪はるかです。さあ本日のラジオショー1時台は口ミュージッククイズショー、2時台のゲストショーには論文のりょうさんが登場します、うん、3時台は青春かなもあります。そんな中今日のメールテーマはこちら、いい人の話。はい、まあ、今日のゲスト、いろいろあったけどとにかくいい人のりょうさん。本当とにかくいい人だな、ね、うん、そんなりょうさんに負けないあなたの周りのいい人にまつわるエピソードあれば教えてください、うん、例えば主人とタクシーに乗った際、運転手さんが高速代を入れるのを忘れてお釣りを多く払おうとしたら、あ、高速代忘れてますよと、正直に申告していました。いい人だなと思いました、うん、とかね。あ、そっか、それもそうだね、うん、確かに。私の上司は残業していると自分が食べたかったからと言いながら、みんなの分のご飯を買ってきてくれます、うん、買いに行く間も仕事をした方が早く終わるのではとも思いますが、長丁場の時は助かるし憎めない上司です、うん、確かに、うん、こういう話いいですね。周りのいい人の話ですね、うん、いい人の話ですね、はい。受付メールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で。メールを送ってくれた人の中から抽選で5名様にラジオショーサインペン黒をプレゼント。今日のテーマや番組の感想など気軽にメールで参加してください、うん、メールには必ず住所、氏名、年齢、電話番号もお忘れなく。 X で感想を投稿する場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけて投稿してください、はい、それではナイツラジオショー今日も3時30分までどうぞお付き合いください。
日本放送ラジオリビングおすすめ健康と美容の必需品食べるコラーゲン、通常6袋のところ今だけ1袋特別増量7袋で税込み7480円。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 まで。食べる、買い足す、備える、食べる、買い足す、備える、食べる、買い足す、備える。普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキンエル、シャキッとコーン、朝からフルーツ、羽衣フーズの商品でローリングストック始めませんか？古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。過払い金の確認は 0120-111。 忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。続いては日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路は常磐道の下りが事故のため通行止めになっています。常磐道の下りは日立北インターと高萩インターの間が大型トラックの事故のため通行止めになっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは外環三郷西インターでの事故の影響で外環浦和インターまで断続的に16キロ、このため内回りも3キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは白岡勝負インターで事故のため5キロ、内回りは神奈川県の小倉山トンネル付近で事故のためあきる野インターまで断続的に21キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は未来環境デザイン企業ミラースホールディングス、三菱ふそう、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。あー楽しみだな。小山さん、どうしたんですか？だって横浜に2人で野球を見に行くじゃないですか。あ、そうだ、メッセージテーマは教えてあなたと横浜のおすすめ情報をお待ちしています。春風亭一之助、あなたとハッピーは明日金曜日朝8時から。野球の情報じゃなくて横浜。はい、あ、メールがね、うん、ロシアンブルコさん、ありがとう。あ、もう早い。うん、早い。中川家ラジオショーはナイツラジオショーと同じ週の金曜日にスタートして、はい、先週までで179回。お、サンドイッチマンラジオショーはほぼ1年遅れ2021年10月2日にスタートして先週までで132回。お、え、総数で言うとナイツ718、中川家179、サンド132、合計1029回。すげえ。現場からは以上です。え、もう1000回終わっちゃったんだ。1000回は多分絶対超えてる。スタッフさんも、なんか、うん、ちょっと正確に、ちょっと確認するらしいけど、はいはいはい、まあ、ほぼこれで合ってるということでしたね。大体もうこれぐらいになる。1000回記念やりそびれた。やんなかった。あら、過ぎちゃったんですね。そっか。
まあでもしょうがないな、うん、これは、うん、次じゃ2000回を目指しますか。2000回目指してもういいよ。もうどうせ数えない、数えないんだ。もうこのまま行くのね、わかんないよこんなの。せっかく数えてくれたのにロシアンブルゴ、ロシアンブルゴさんだけは数え続けてください。なんでだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい、はい、さあ、この時間はこちらをお届けします。 Ladies and gentlemen AM 1242 FM 93 Nippon Hoso number 1 DJ Harrison Ben Haruka Minowa Nights the radio showコーチミュージックウィッシュショー。 Hello everyone! 口イントロのジョーこと遥美濃和です。今日も始まりました口ミュージックショー。毎週一人のリスナーの方に電話をつなぎクイズにチャレンジ。有名な楽曲のイントロを私遥美濃和が口で再現する口イントロと、ある歌詞の一単語だけ歌うワンフレーズクイズを出題。両方正解できればラジオショーサインペンをゲッツ。ナイツのお二人には助っ人としてリスナーさんが分からなかった時にヒントをお願いね。 OK、 ということで早速今日のチャレンジャーとつないじゃうわ、うん、どうぞ。もしもし、戸田っ子ななっこさん、もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうしょっちゅう ね連絡くれるもんね、戸田っ子ななっこさん。いつもありがとうございます。覚えてもらっててありがとうございます。ありがとうございます。男性の方なんですね。そうですよね。うん。はい。さあ、自信がありますか。いやー、ちょっとこのクイズは結構難しいと思うんで、うん、挑戦意欲をかきたてられるんで、ぜひとも。あ、そうですか。はい、頑張りたいと思います。結構負けず嫌いですか、戸田っ子ななっこさんも。クイズに関しては異常に執着心があります。そうなんだ。あ、そうなんだ。はい、普段からなんかクイズとかもやってるんですか。いや、学生時代から高校生クイズ、アメリカ横断ウルトラクイズとか、ずっと出てまして。出てた。あ、そう。わ、すごい。すべて1問目で敗退してますけど。ちょっと。あ、でも大好きなんだ。はい。イントロもじゃあ結構得意なんじゃないですか。そうですね。昔からドレミファドンとかっていうのは割とよく見てましたんで。はい。すごい。ちなみにおいくつですか ?52 歳です。52歳。世代的にはね。ちょっと上だね、我々とは。うんうん、そうですよね、はい。好きなアーティストとかはいらっしゃいますか、うん、昔からでもアイドルとかが好きなんで、うん、実際社会人になってからも、うん、モーニング娘。のコンサートとか行ったりとかしてますよね。モーニング娘。って言ったってもういっぱいいるんで、誰ですか、モーニング娘。は。いっぱいいるんで。いや、うん、もう前世紀のこの石川梨花だとか、あの辺の。ああ、なるほど、はい。あの辺が好きですか。ね、はい、そっか、じゃあやっぱりどうだろうね。だからまあ、割と若いかもしれないですね。うん、そうですね。自分では割と幅広くいけるんじゃないかな、ね、と思いますも、うん、はい。これは楽しみですね。なるほど、じゃあ頑張ってください、戸田子奈良子さん。はい、それでは、はい。まず1問目はこちら。Coochie Introro Quiz。私、箕輪はるかが歌うイントロを聞いて答えてください。はい、それでは行きます。テレレ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 テ、ペレレ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 テ、ティンチテテンチテテンチテテンチテ、ペレレ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 テ、ペレレ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 テ、ペレレ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 テ、ティンチテテンチテテンチテテン、ペレレ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 テ、ペレレ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 テ。さあ。どうすか？聞いたことあるな。え、聞いたことある？あ、あるよ。あるでしょ。どうしてもプロレスのテリーファンクの、あれの音楽に引きずられるんですけど、違いますよ、ね。いや、違うでしょ。あさあ、どうなんでしょうか。あ、わかった。わかった？言っていいですか？うん。シャランキューの、バイバイありがとう。うん、ずるい女。そう。正解！素晴らしい。おぉ。ね。これやっぱり分かる、ね、俺も分かった、うん、それ分かった、分かりました、分かった、タイトルね、どれかなっていうね、シャランキューの、そう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 そんなよくも分かるし、バイバイありがとう、ね、私の舌が回ってなかったんで難問だったかもしれません。舌回ってないんかい。いやいや、はるかさんすごく分かりやすかった、分かりやすかった、分かりやすかった、ありがとうございます、ね、はい、ということで1問目は正解です、うん、見事です。さあ、ここの後が難しいからね、はい、続いてはこちらです。 One Phrase Quiz。歌った歌詞の一言だけで何の歌かを当ててください。ワンフレーズクイズ、はい、今日のワンフレーズは旅です。旅短い。それではいきますよ。
ダーブ長い。え、これ聞いてみたら長い。わかった。え、わかった。なんだ。いや、ちょっと一発で当てちゃったらごめんなさい。いいよ、いいですよ。ミスチルの終わりなき旅。正解。おお、すごい、すごい。どこでわかった。いや、もう まず旅って言って思い浮かんだのあんまりなかったんですけど、うん、あのなんか最後の伸ばして歌ってるなーっていうので。ああこれね、この部分をさ、あの早めに来て練習してるんでしょ。さあここいいんじゃないってみんなで言いながら言いながら楽しいよ。しかし早かったね。早かったですね。さすがだね。強い。いやいや、ありがとうございます。歌好きですね。あ、クイズ好きで全く危なげなく、世代的にも問題なかったね。シャランキューも、うん、いやもうバッチリでしたね。もうやっぱはるかさんが分かりやすかったです。あ、そうですか。すごいじゃない、ミスチル感出せてましたね。私が出せてました。ミスチル感出てました。出てたのやっぱり。ミスチル感を読み取ってくれたんだ。はい、ということで2問正解なので、はい、プレゼントゲットです。おめでとうございます。おめでとうございます。ちなみに俺の今の即興でも答えられる？ワンフレーズクイズ。旅。あ、ぜひ挑戦させてください。はい、旅。短い。なんその旅。それ歌それ。はい。旅。旅。旅。なんだこれ難しいか。ちょっといい日旅立ち？あ、違います。なんですか？三輪真由美さんの旅人よ。ちょっと難しい。ちょっと難しかった。はい、そこのメロディーになんか特徴ないんで。恋人よじゃないんですか？恋人よか。あ、俺普通にバカ。めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。恋人よだ。さすが戸田子奈良子さん。すぐ分かりましたね。あとでメールで来る訂正より今訂正してくれた方が恥ずかしくないんで。ありがたかったです。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ちょっと尺短くなりすぎましたけど、とんでもない。何を気にしてるんですか。いや、またぜひ出てください。全然いいですよ。ありがとうございます。本当にまた挑戦してください ね。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、こんな感じで、うん、プチミュージッククイズショーのチャレンジャーウェルカム。出場希望の方はメールに住所、氏名、年齢、電話番号と好きなアーティスト、得意なジャンルなども書いて rs@1242.com までメールをプリーズ。スタッフから事前にご連絡がいきますので何卒よろしくお願いします、うんうん、ということで See you next week! ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、とお思いの方。実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車高しで検索。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。昭和16年から63年に生まれた方、ご確認はお済みですか？小学校で注射を受けた方などは最大3600万円の給付の可能性があります。亡くなったお父さんの分はダメだよね。大丈夫ですよ。でも症状ないからダメだよね。大丈夫ですよ。治ったって言われたけどダメだよね。大丈夫ですよ。確認は電話で話すだけ。お金はかかりません。
個人情報もしっかり守ります。案内だけでも聞いてみませんか？無料の案内ダイヤルは 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。中古車の老舗軽油からゴールデンウィークフェアのお知らせです。軽油は全国の高品質中古車およそ3000台の中から納得の1台が選べます。また新車保証並みの延長保証があり、中古車は壊れたらどうしようという悩みを解決できます。さらに買った後も車検、点検、修理など自社工場があるから安心。つまり買う時も安心、買ってからも安心なのです。品質のいい中古車を買いたい、中古車だけど充実した保証が欲しい、安いだけで売りっぱなしの中古車に不安がある、そもそも中古車の選び方がわからないという方は、大手中古車店軽油のゴールデンウィークフェアにお越しください。高品質中古車、後悔しない中古車選びは安心と信頼の軽油で。軽油ゴールデンウィークフェアのお知らせ、横浜のスタジオから田中さんにお伝えしました。田中さん、今日のテーマがね、はい、いい人っていうテーマなんですけど、はい、結構いますか、周りにいい人？います、ね、うん、この間スーパーで、うん、ちょっと遅い時間にお弁当を買ったんですけど、カゴ、うん、に入れた私のお弁当に、うん、店員さんが追いかけてきて、うん、半額のシールを貼ってくれた。めちゃくちゃいい人じゃないですか。めちゃくちゃいい人でした。優しいですね。いや、優しいです。こう人いるんだなと思って、ね。でも田中さんもいい人だから、いや大丈夫ですよ、貼んなくていいですよって言って、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコアゴールドアルファプレミアム、第3類医薬品です。時刻は1時52分になります。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず地震の情報です。先ほど午後1時46分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度3が茨城県の東海村、震度2が茨城県の水戸市や日立市など、震度1が福島のいわき市や茨城県の土浦市、栃木県の益子町などとなっています。この地震による津波の心配はありません。次は円安です。今日の東京外国為替市場の円相場はドルに対して下落し、一時1ドル155円50銭近辺と、1990年6月以来およそ34年ぶりの円安ドル高水準を更新しました。前の日のニューヨーク外国為替市場でアメリカの長期金利が上昇したことを受け、日本とアメリカの金利差の拡大を意識した円を売ってドルを買う動きが広がった流れを引き継ぎました。午後1時現在は昨日に比べて56銭円安ドル高の1ドル155円45銭から48銭となっています。市場関係者の間では、日本政府と日銀が為替介入に踏み切るかどうかが注目されています。衆議院は今日午後の本会議で、自民党を離党した宮沢博之衆議院議員の辞職を許可しました。宮沢博之君の辞職を許可するにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって辞職を許可することに決まりました。宮沢氏は妻子を持ちながら別の女性と金銭援助を伴う同居をしていたと報じられていました。
宮沢氏は安倍派に所属し、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて、去年12月、防衛兼内閣府副大臣を辞任しました。2021年衆議院選挙の自民党比例名簿に基づき、森由紀子氏が繰り上げ当選する公算です。次に、国連安全保障理事会は24日、日本とアメリカが共同提出した宇宙空間に核兵器や大量破壊兵器を配備しないよう各国に求める決議案を否決しました。15カ国のうち常任理事国のロシアが拒否権を行使しました。中国が棄権し、他の13カ国は賛成しました。ロシアの拒否権行使について林官房長官の記者会見です。ロシアの拒否権行使により否決されたということは遺憾であります。常任理事国としての国際の平和及び安全の維持に大きな責任を負うべきロシアが、安保理の責務と密接に関係する宇宙空間の平和と安全に関する本決議案に対し拒否権を行使するという選択をしたことは残念であります。おしまいに、今日午前3時過ぎから沖縄県宮古島市のほぼ全域にあたるおよそ2万5500戸で停電が発生し、およそ8時間半後にすべて復旧しました。沖縄電力によりますと、停電の原因は調査中ということです。警察によりますと、市内の多くの信号機も使えなくなり、主要な交差点に警察官を配置して交通整理に当たりました。怪我人の情報は入っていません。県立宮古病院は停電の影響で今朝から一般外来を休診し、救急のみ受け入れる形を取りました。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。テーマメールあります。関サバサーモンさんです、うん。数年前にスーパーの駐車場で車から降りたら、運転席からジロジロ見てくる男性がいて、うん、なんか嫌だなと思っていたら、うん、お姉さん、後ろのタイヤがパンクしてるよと声をかけられました。なるほど。車のトラブルが初めてのことだったので、うん、あたふたしていると、うん、男性が後ろにスペアタイヤがあるはず、開けてもいい、うん、あー、このタイプか、僕近所に住んでるからスペアタイヤ持ってきてあげると言い残して10分後に男性の持ってきてくれたタイヤとささっと交換してくれました。すごい人だね。その間もずっと心臓がバクバク、何かお礼をというも、これ緊急処置だからすぐに新しいのに交換してねと去っていきました。なんていい人なんだ。スーパーに寄らず隣町の友人の家に行っていたらと思うと恐怖しかないです。とても感謝しています。教えてくれるだけでも親切なのに、そこまでやってくれるとかね、本当にいい人。だ、車乗っててさ、確かに妙な視線感じるときなんかあるよね、うん、ある。それでガソリンの給油口ちょっと開いちゃったりするときある。そうね何すっげー見てないですよ。車って本当だから、まあ、チェックしてなきゃいけないとこいっぱいありすぎて、ああ見落としがちだから、ね、そのお互い様でね、教えてあげなきゃいけないんで、ね、だから一方通行間違えて入ってきちゃって、車のときに、うん、もうなんかこうプッってやる人もいるし、うんうんうん、違うって手で、ね、手でこうやってあっちあっちみたいなやる人いるから、そうそう、うわーみたいなさ、そうそうそう。なんかニュースとかで煽り運転とかをちょっと見すぎちゃって、はいはい、過剰になんかそういう人はなんか煽りなんじゃないかって、そう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 、ね、すぐに思っちゃうのもよくないよね、うん、よくないよくない。なんか意外とダメだよって言ってやってる、そうそうそう、教えてくれてるっていうパターンもあるからね。そうそうそう、何しろその会話できないから、うん、違うんだよ、ハザードが何なの、意味わかんないっていう人もいるし、合図がね、わかんないね、そうそうそう、まちまちだったりするからね、はい、メールお待ちしております。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 出張買取はカメラの北村。はい、黒金です。卵かけご飯いただきます。うん、いや、これめちゃめちゃ濃厚やわ。うん、
これ白身、逆に白身がすごない。ごちそうさんです。埼玉日高の高橋たまご、高橋たまごで検索。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。ハリセンボンの箕輪はるかです。ここで今日のお天気をお伝えしましょう。はるかちゃん、お願いします。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 22.3 度、湿度は 65.6%。 今日の東京地方は晴れ時々曇り、関東地方は穏やかに晴れるでしょう。にわか雨はなく、空模様を気にすることなく過ごせる見込みです。日差しがたっぷり降り注ぎ、最高気温は昨日より大幅に高くなるでしょう。25度を超える夏日のところが多い予想です。急な暑さで体調を崩さないように、こまめな水分補給を心がけてください。以上、ラジオショー始まって3600回目の天気予報をお伝えいたしました。本当におかしいでしょ。あ、そっか、1時と、あ、2時と3時とあるからか。そうですね、2回計算はなくて3600回目、どういう嘘なの。大胆に言うとこれぐらい中途半端だよ、だってちょっとある、ちょっとあったら何なの。分かんないって。分かりませんけども、今日でも、ね、昨日本当低気圧の話してたけど、全然やっぱり今日なんか体も軽いね。違う、これはもう、なんだろうね、全然気圧が違うんでしょう。ねね、体調に影響あるみたいですね。あるだろうね。いい天気だね、今日本当にね。メールに来てますけども、神奈川県水牛さん、はるかさん、箕輪はるかのトロビナイト楽しそう。はるかさん主催のライブなんてとっても気になります。ぜひ行ってみたいと思います。気になるといえば大阪で開催、西川のりお VS ナイツ花輪60分一本勝負、こちらも別の意味で気になります。心配です。心配って言ったら見に来てくださいよ。大阪で一人で乗り込まなきゃいけないんですこれ。はるかちゃんのこのトロビナイ トロビナイト下北沢でやるんですね。はい、はい、うん、一人でちょっとゲストをお呼びして、はい、なんかお話とか企画とかしようかなっていう。これ初めてやる。そうですね、一人でやるのは初めてなので、うん、めちゃくちゃ緊張はしてるんですけども、うん、はい、ゲストはおかずクラブのオカリナちゃんと、うん、松本クラブさんと、うん、DJ 味噌汁と MC ごはんさんが決定しております。不思議な組み合わせじゃん。私がトロビーの人間なので、うん、その火力弱めだろうと思う人たちを、まあ、火力が合いそうな人たちを、確かに火力弱めそうな人を、あ、だからみんな弱めで、はい、そうですね、気が合いそうっていうことね。そうですね、はい、あれいないじゃん、あの川村さん、タンポポの、あ、そうですね、川村さんはまたまたプライベートでプライベートなんだよ川村さんはね。そうですね、あまりお話ししたことない方もいらっしゃるので。そうだよね、はい、お味噌飯だよね、 DJ 味噌汁、そうですね、お味噌ご飯さんって、はい、あの井上涼さんと一緒にね歌ったりした、あ、そうですね、あ、そうなんだ、方で、そうそう、はい、よく出てるよね、そう、教育テレビとかね。そう、そうですね、もう子供たち大人気でしょ、うん、はい、ね、なんで接点あるの、ね、あの前にトークライブに来ていただいたことがあって、すごい面白い方で、あの雰囲気のままなんですけど、あ、そうなんだ、はい、またお話ししたいなと思って。なるほど、はい、これ企画と内容はまだこれから考え、そうですね、これから考えようとは思ってるんですけど、まあ、でももう皆さんが来てくださるということは、はい、もう来るっきゃないっしょっていう、いや急に中火、中火、ちょっと中火になっちゃった、中火になっちゃった、とろ火でやっていきます。俺も大阪で強火ないと頑張るから。
ノリオ師匠とさ、こっちはとろびというわけにいかないよね。とろびというわけにいかないよ。ノリオ師匠との燃やしてやろうかな本当。過去最高出力出して本当に、はい、どちらもお楽しみに。この後は論文の亮さん登場です。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800、 東京税理士会所属税理士法人48。リスナーとつながる効果的なプロモーションを日本放送がご提案します。日本放送企画書サイトでは番組を使った事例や人気企画を掲載中。音声 CM の制作もぜひご相談ください。詳しくは日本放送企画書サイトで検索。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送、ナイツザラジオショー。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があります。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。現在対象者に返金されています。あなたが対象か中央事務所でご確認を。0120-10-10-10、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。 Welcome to the radio show。さあ、毎日2時台はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきますが、はい、本日はこの方、ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんです。はい、よろしくお願いします。うつれ、よろしくお願いします。はい、僕ちょっともう、なんだろう、はい、ちょっと久々の日本放送でテンション上がっております。いや、なんか今久々ですか。知らない人が入ってきちゃった。知らない人じゃないです。あれ、うちの業務委託のマネージャーでございます。ブースの向こうに今いらっしゃって、なんか汗拭きながらいらっしゃいましたけど、ああいうむ昔の昭和のタイプのわかります、わかります。そうです。昭和のドラマに出てきそうな、そう、なんかタイプの方ですよね。わかりやすい、なんかすごいいい人も、なんかみたいな昭和のタイプです。フォルムも昭和のタイプです、ね。はい、シュッとしてる感じじゃないでしょ。はい、家政婦の見た目の要素。そうそうそう。ちょっとありますよね。でしょ。ね、そう、今のそうで吉本を、はい、辞めて、うん、でまたあのロンドンブーツ の株式会社ロンドンブーツを淳が作ってくれた会社も、はい、畳むって淳が言ってて、はいはい、じゃあどうしようって。うん、淳はだから戻る方とかも考えてくれてたもん、うん、あ、どうしようかなと思った時に、うん、はい、まあ、はい、フリーでやってみようかな、せっかくやしと。で、フリーになったのが今年ですか。今年。あ、もうだから、はるかちゃんと同じ。そう、タイミングは。そうですね。うん、ね、会社のタイミングは。俺らの方が発表早かったけど、うん、あれ、発表いつやったっけ、年末。年末。りょうさんの何日か後ですね。うんうん、あれ見てどう思ったん、俺が。知らんかったやろ、情報は。はい。うん。フリーになるって。はい。YouTube とか見て、うん、で、見て、フリーになるって言って、自分らもフリーになることはもうその時決まってたやん。うん、そうですね。どんな感じなの。でもなんか、うん、その一緒なんだ、みたいな。うん、ちょっと ごまけるわ、みたいな感じ。あ、なんか、そっか。うちらだけじゃないっていう。ごまけるわ。ごまけるわ。ごまける。ごまける、うん、和牛こんなんなったら、あ、ごまけるわ。いやいや、和牛でごまけるとかないじゃん。ないの。あ、ないの。妖怪さんは。河本謹慎だったらごまけるわ。いやいや、今関係ないし。全部それでごまけるとかじゃない。だから、一回もう忘れかけてるんですけど、2017年ぐらいから全部。なんで終わりこんな。15分。なんでやねん。15分。ちゃんと説明。説明します。何があって、どうやったか。ね、知らない何、ちょ、待って。NHK のドキュメントでも喋んねん、それ。NHK さんが来ても喋ってあげない。喋れないですよ、本当の全てのことは。一から全部は喋らないですよ、ね、言わないよ。言わない。自分で調べろと。ね、そうそう、どうにかなるの。本当のことは全部言ってるから、はい、それをわざわざ隠してるわけじゃないから、必要はないってこと。わざわざ言ってんのに、わざわざ自分で物語をここで日本ほどで喋るにはこのゲストでは荷が重いよ。それしに来たわけではない、ね、ではないよ、はい、でもやる気持ちで呼んだんでしょ。その淳さんの会社やって、うん、だからもうそのが5年ぐらい経つから、うん、もうあんまり芸人さんに会ってないって、会ってない、会ってない、本当に会ってない。
劇場もだから出なくなるから、その、はいはいはい、株式会社ロンドブツ行った時にはもう、ネタも、劇場でやることもなくなったし、うん、あんまり芸人さんと会わなくなったね。収録でちょこっとっとね、一人でもう結構ライブとか、うん、そうそうそう、大喜利とかね、よくやつやったり、あと自分の両一座っていうのをやって、スペシャルコントみたいなのをやらせてもらってたよ。あ、そうなんですね。そうそう、合同コント、そうそう、それをルミネとかでやらせてもらってたから、はいはいはい、芸人とかと会うきっかけも結構あったけど、うんうんうん、それも、なくなったらどんどん会わなくなってって、うん、うん、そう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 、どうなんですか、ね、会わなくなってくる、なんか変わってくるんですか、お笑い芸人さんと会わなくなる。あ、そうね、うん、芸人さんと会うとテンションが上がる。あ当たり前やん、今。当たり前でしょ。なんか嬉しい。単純に嬉しい。うん。そうなんですね。そうそう。タレントさんとかと、あと収録とかでもちろん会うけど、うん、芸人さんと会う方が嬉しい。なるほど。あ、今どうなってんのとか言うのも。いや、どうなってんのどうなってんのちょっと、ざっくりしすぎじゃないですか。いやいや、まあだけど、それすらわからないっていうか、情報が入ってないから、その収録だってもパッて終わるやん。はいはいはい。だから、そう。プライベートで仲良くしてる芸人とかとかもうだから、うん、結婚して子供できてあんまり遊ばんくなったり、それこそ、そう、ザ・セカンドの決勝行った、はいはい、浜、ザ・パンチとか、あ、まあ、見に行ってたけど、はいはいはい、けど、それも、うん、子供もできたし、なかなか行かなくなって、それもユニットコントやってたら、うん、それ終わりに俺に連れてかれるって理由で、うんうん、奥さんとかにはどうにか言えてたんやけど、わざわざ俺に会いにこそね、そやると多分も罰も悪いんちゃう、そう、じゃあ今もう本当に基本は一人で全然、ラジオとかで一緒とか、うん、よその局のラジオでは、有野さんとか、淳とか、うんうんうん、スピードワゴンの淳とか、フルーツポンチの村上とかと一緒にやってたりするから、うんうんうん、そこぐらいかな。うんうん、そうか、でも、めちゃくちゃもともとだってラジオも、日本放送もだって、うん、ね、オールナイトやってたし。もやってたし。ほんで、うん、それこそ、あれ、ナイツに呼んでもらったのがラストかもしれへん、ね、うん。え、前回の日本放送ですか？そうそうそう。そっから空いてる。あ、じゃあラジオショー、そう。ラジオショーが2年ぐらい前ですかね。何年前、2、3年前ぐらいですか？そう。あ、違う、株式会社ロンドンブーツ作った後ぐらい。なんか揉め事みたいなのあったらすぐ呼びたがんねん。多分花は。いや、多分花はやって。俺、花はやって。俺は、いや、それなら、キャスティングしてない。TBS の方かもしんない。そしたら。あ、で、あ、そっか、5年前だとしたら。そっか、そっか、そっか。はい、それは久々。いや、そういうのがあったから花さんが呼びたがってる。絶対花が、花はでしょ。いや、うなずいてるやん。俺関係ないでしょ。やめてくださいよ。俺はね、完全にそういうの宮古島でたまたま偶然会っただけですから。そうだよ。あったらあったんだけど。プライベートで。プライベートで。宮古島で会ったんですか。宮古島で、なんか、植物園あれ。植物園かなんかね、記者かなんか走ってる植物園があるんですよ。電車みたいな。それ子供が乗りたいっていうから乗ったら、すいません、今日撮影があって貸し切りなんで、記者は乗れませんって言って、で、子供が乗りたかったのにって言ってたら、阪神師匠とりょうさんがプップーって乗った。阪神師匠とりょうさんのロケですか？阪神師匠。私はその組み合わせ。乗ってきて、でもあの後、ホテルの部屋に阪神師匠から大量のお菓子が届いたんですよ。うわ、すげえ、さすがだな。子供が行けなかったから、あ、なるほど。申し訳ないって、本当にずっと。言ってました。わ、悪い、悪いな悪いことした。悪いことしたなって言って。だけど、そこに行くのすごい、さすが阪神師匠やな。すごいですね。そうそうそう。だから、ホテルの人から、うんうん、オール阪神さんっていう方から、と、うん、え、何ですかしたら、つって、コンコンって来て、そう、なんかすげえなと思って。ロケは、その宮古島、うん、釣りのロケ。釣りで、釣りで宮古島もこんな楽しいとこあるよっていうのがあって、キハダマグロを釣りに行ってました。ああ、30キロですね。30キロの。釣りがメインで、うん、で、植物園の電車乗って。そうそうそう。こんなとこもあるよ。関係ないじゃないですか。それ言ったら、ちょっとした、なんていうの、シーンで、切り抜きのシーンで入れるところのために、花分けは歩かされる。すごい偶然。結構量。僕は全然お客さんいなかったよ。乗せてもいいじゃん。結構長いよね、あれ。ガラガラなのに貸し切りってどういうこと、どういうことでしょうかさ。プップー。貸し切りスローズでもなかったよ、そんな。暑い中、子供が。水をちょっとずつ飲みながら、暑い中。見てましたね、よく、はい。そうですよ。歩きコースに変わったんですよ。申し訳ない、申し訳ない。
でも趣味がいっぱいあるから、りょうさん。車すごいっすね。車もそう。車、どういう車を。車だって、もう YouTube すごいっすよね、あの車のね。車のことばっかりやってますね、今。旧車っていうか、はい、ネオクラシックカーって言うねんて。ネオクラシックカー80年代、はい、1980年から90年ぐらいの車のことをネオクラシックカーって言って、それより前のやつを旧車とかいう、なんかちょっと今ジャンル分けをなんとなく分けてるみたいけど、俺がだから、高校出てからぐらい乗れなかった車で、めっちゃ人気ある車って大体残るのよ、名車ってやつは。そうじゃなくて、まあまあは早かったけど、ちょっと売れたけど、もう二足三門の値段に一回なって、ほんでどんどんなくなっていくような車が俺好きなやつが多かって。で、その流行ってる車とか、俺、運転当時させてもらってたよ。いっぱい、車仲間がいっぱいおって。だから乗ってない車を今のうち乗っとかんと本当になくなるからって全部買って。あ、それで探してるんですか。ほんで、半年ぐらいでもうどんどん車買い替えてる。まあもっと早いサイクルで買いたかった。なるほどね。だけど見つからへんねん。そんなコレクションっていうかよりはもう乗って、また次の車ってこういうことやったんや、この車っていうのが分かったらもう。なるほど。めっちゃ叩かれたよ。なんで旧車好きの人は大切にせんとやっぱ怒るから。あ、でも、そっか、乗り換えるってことに、うん、そうそう。怒る人もいるんだ。自分はそれを見つけたら大切にする自分やったら、っていう人が多いんやけど、俺は買って見つけて乗ったら売るから。だけど、別に自分がこういう風にやりたいからっつって、いじったりはしない。改造して。改造したら俺の味付けになって、そっか、嫌やから、それをしないっていう風にやって戻していくから別に。回してるわけですね。回してるわけやからええやんと思ってたけど、結構初め怒られた。そうです。めっちゃ別に、そうか、でも乗るのが好きなマニアだっているわけですからね。そうそうそう。そういう人は、1台を20年持ってたり、直しながらやってる人とかもいるから、そういうね、車は。だから、怒られましたけど。僕らとかガソリンの燃費とか、そういうのばっかり気にするじゃないですか。そんな全然気にしないですよね。今はしない。しないけど、その乗ってる時は気にする。あ、当時こんなんやったんや。これめちゃめちゃ燃費悪かったんやとか、あ、思ったよりこいつ燃費いいなとか、もうなんか、当時乗れなかった人もいると思うから、そんなん言ってあげて。これリッターこんなぐらいしか走らへんでみたいな。じゃあ今トータル何台ぐらい乗ってる？トータルそっからやって4台だけど、まだ。でもうそろそろ買い替えたいなと思って。まだまだ乗ってない車がある。うん、乗りたいなと思ってる車がある。へえ。それこそ、あ、そっか、あんまり、これわかんない、東京生まれの人と車あんまりないよね、思い入れっていうか。まあそうですね、年代になったら。まあまあ、でも佐賀に住んでる時とか、まあ、ちょっと友達は、まあ、周りはね、あれだけど、全然、もう俺は、周りの人らが、車乗ってることが当たり前やから、あれ乗った、あれ、これ買うた、みたいなのが、あんのが当たり前やったから、その時に、自分らの仲間で乗ってなかった、憧れ車っていうか、憧れ、いや、ちょっとダサかったけど、今なったら気になるな、みたいな。その憧れは、何なんですか？ドラマとか漫画とか。あ、そんなんもやし。そんなに出てるやつは、大体今でも残ってるけど、危ないデカの乗ってたレパードとか、そんなんは今でもやっぱマニアがめっちゃ多い。あ、でもそういう有名なやつじゃないやつも。ない、ない。まだまだいっぱいあって。全然有名じゃないやつやから、どんどんなくなっていくの。見つけるの大変ですね。うん、全然出てこない。伊藤和恵さん、シーマはシーマ。今度、なんか YouTube に我々出ることになりました。なんの流れで？あ、なんか一回ゲストできたら、出て、出て、シーマでトークしたいって言われて。ドライブトーク。そうそうそう。絶対だけど、思い入れないでしょ。シーマの思い出はない。シーマ思い出ないでしょ。なんかその、ゲスト来た時は、いや、すごいシーマ好きなんですよとか適当に言ってたんですよ。そんなに言っても適当に、シーマ。シーマは、日産が出した、あの時の高級シェアラインで、グロリアとかより上の、ビップカーって言われるやつを出した、1回目のやつ。だから、ファンは多かったりはするかな。皆さん乗ったことあるんですか、シーマ。シーマはあるある。あるけど、その、俺もっとちっちゃい車で、1300とか、ちっちゃい車で、なんか、細かいやつの方が、自分らが、よく行ってた、峠みたいなところは、大きい車より、そんなの方が、なんか、コンパクトで楽しめる感じがあったり。だから、そういうような車で、ファミリアとかそんなよ。あ、そんなのファミリア。ファミリアの一番いいエンジンがついてるやつとか、そんなんが好きなの。じゃあ、そんなに高いものではないんですか？高くないねんけど、今見つけたら高いねん。100、
30万とかすんねん。一時期で言ったら20万とかなってんねん、絶対に。20、30万なってる頃あんねんけど。またそのブームが来ちゃったから。俺みたいにこうやって、あれ乗っときたかったな、みたいな人が、日本に何人かいて、で、車の台数が1台か2台やったら、それはもうそうなるよ。貴重なんだ。うん。そうじゃあもったいないですね。今のだから今乗ってる車もあと30年ぐらいそうなる可能性が、うん、可能性ある可能性あるけど、ね、次の車を乗りたいと。そう、いや僕は本当にただ宮古島で汽車乗りたかったから乗りたい。それを乗せてあげることができなかった。申し訳なかった。だから俺と阪神師匠からのお菓子でってことにしてということでお願いします。この前のハイハイの上田さんとね、うん、ちょっとあのキャンプに行ったんですけど、すごい言ってましたよ。小次郎、俺もなんか、そうだ、やっぱ酔っ払った、うん。なんかあったらもう、寮に連絡するんだ、俺は。うん、ロンブーさんとね、はいはい、同期一番の友人なんだ、うん、って言ってました。離婚したしな。そう、もう泣きそうな。2時間で来ましたよ、もう大変でしたね。俺も泣きそうになったもん、それ。もう奥さんがいるから、したら、もういないよ、つって。なんかこういうなんてやっぱ50になってきてから心にしみるのよ。おおって前まで笑ってたよ、めっちゃ笑ってた。お前そうか言ったら30ぐらいの時に吉本一回つくびになったって時とか、どうにかなるってつって、ほんでまた辞めながらもう一回入ってとかね、頑張ってたやん。ほんでやったやんつってザ漫才出て、うんって言ってたら、奥さんと離婚したやつは今回受け止めれへんかった。おおっつった。やっぱ年齢なんすかね、やっぱそれは。そう大変やな、来る普通の返しだね。でも同期、同期、あの時は誰がいたんですか。同期は同期、どんどこどん、ペナルティ、グッサンとかね、どんどこどんで、仲良してとかと、ほんでそれこそハイハイもいたし、ダブルモッシュって名前やったけど、極楽さんとか上で、上はココリコさんとか、極楽さんとか。ほんで、銀座7丁目劇場にはそれこそ天然素材の方とかもよく来てて、天然素材の方がいるから、はじめお客さんブワーって入ってくれてた、みたいな状況でしたね。でも、ロンブーさんってもすごいすごい人気になって。いや、あんまだけど、そうやってみんなの認識はそうなんですけど、自分らの認識としては全然、1年半ぐらい経ってからぐらいのイメージで、それまでなんか、早いのは早いんだけど、ペナルティとかどんどこどんの方がなんか人気あったというか、会社にちゃんと認めてもらってたイメージ。でも、96年からオールナイトニッポンで書いてましたね。相当、まだ若かったんだよ。若かった。そうっすね。いくつぐらいんだ?24か、もっとかな ?23 とか。リスナーだったでしょ。そうそう。ダビッツのメガネ。内容とか覚えてる？最初の頃は覚えて、後半の方は覚えてますね。そうそう。2部から1部に上がってるから。はい。うん。2部が始まったのがそれぐらいやったと思うけど。そう。でも、やっぱ今聞いたらちょっと、あれなんですか、若いんですかね、なんか内容とか。いや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 、あ、そうか。絶対若いと思う。もう、くだらんことばっかりやってたとは思うけど。そうですか。でももう、その時はもうテレビのレギュラーも結構。ちょっとずつ始まってたと思う。うん。ロンハーっていつからですか？ロンハーは90、その前の、プラチナになり、穴開きが一番最初かな。穴開きロンドンブーツっていうのがあって、それが2時ぐらいとか1時50分とかぐらいから始まったやつが1996ぐらいかな。オールナイトとかと同じぐらいやと思う。ね。まあ俺たち大学生の時だから。そうっすね。やっぱなんかドラマ、救命。消防士のドラマ？ドラマ出てた。出てましたよね。消防士か。新宿暴走救急隊。救急車だ。救急車だってなんだ。その指。新宿暴走救急隊だよ。先輩のこと指さしてたから、救急車だってなんだ。本人も今ギリギリだったよ。救急車だ。救急隊や言うてる。救急車だってなんだ。消防車じゃなかった。救急車。そうだ、ちょっとドラマの主演ですね。あれ反響あったね。2000年ぐらいじゃないですか。99年とか。俺覚えてますよ。両腕骨折したよ、あの前に。クランクインが遅れた。骨折、何で骨折したの？バイクで、バイクで、階段って分からずにまっすぐピュッて行って、わわわわ。で、両腕ついて骨折。
クランクインが遅れ、クランクインが遅れ、遅れて、遅れ、めちゃくちゃ迷惑かけて、超迷惑、ずっと迷惑かけてんだ。昔からかけてんだ。あの今日のなんかテーマでいい人みたいなこと言ってるけど、はい、ずっと迷惑かけてんだ。全然いい人じゃないんだ。そんな両者で、CM 交通情報を挟んで引き続きお付き合いいただきます。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路は常磐道の下りの事故に伴う通行止めが解除されました。常磐道の下りは日立北インターと高萩インターの間が事故のため通行止めになっていましたが、この通行止めは先ほど午後2時に解除されました。東北道の下りは浦和インターで事故のため3キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは勝負パーキングエリアで6キロ、内回りは神奈川県の小倉山トンネル付近で事故のため日の出インターまで断続的に24キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に8キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分ごろお届けします。さあこの時間は、はい、田村亮さんをお迎えしております。はい、お願いします。あ、メール来てますよ、はい、1個言いましょうか。あ、メールお願いします。まずね、じゃあ名古屋市のミミンバ茂吉さんです。はい、田村さんといえば長期休暇の先輩ですが、長期休暇でウエストランドの河本さんに言える休暇中のアドバイス。あれ、なるほど、もう休むことになったの。あ、そっか、なんかメイクがどんどんこんで、あ、まあ今はそうですね、うん、顔の経過が治るまで一応休みと、うん、まあ、あとな、まあ、なんか復帰の目処は立ってないっていう感じでしたけど。あ、そうなんだ。どうすんですかね。小沢さんでもいいけど、小沢さんでも、小沢さんでもいいですけど、小沢さんに言う休暇のアドバイスというか、うん、休暇のアドバイス、うん、はいはい、休暇のアドバイスはね、うん、あの穏やかに健やかに健やかに、やっぱもう最終的に和田アキ子さんということは一緒なんです。穏やかな週末をお過ごしください。週末をってやっぱそういう穏やかな一番ですね。エンディングで言ってるけど、エンディングで言ってるけど、穏やかに、穏やかに、もう心が乱れるからね。なんか見たりなんかすると乱れる。そういうのもじゃあなるべくもう見ない。いや、だけど、はい、見ちゃう。見ちゃう。俺はなんか受け止めようって思ったタイプやったから、全部受け止めようと。辛いですよね、でもね、それはまた。だんだんもうなんか、途中からなんか超えるんですか、うん、もう何を感じなくなるときってかなって。いや、感じなくなるっていうよりは、全部、すべて向こうが正しく聞こえるっていうか、向こうの方が正しく聞ける。なるほどね。そう。もうじゃあ、なんか、もうただただ落ちていくだけ。ですよね。落ちていくだけ。うん、そうですよね。言われること全部正しいってなっちゃうと。そうだよね。相当落ち込ん、うん、落ち込んでいくよ、本当に。大丈夫なんですか、それで。大丈夫じゃないよ。アドバイスじゃない。大丈夫。だから、見ないずに、穏やかにいるには、そういうのは見ずにね。見ない。穏やかに。買い物とかは別に行ってもいいんですよね。俺だから、それもずっと一歩も家出てなかった。一歩も出てなかった。出れない。一回出ようとした時になんか記者みたいな人がいて、もうそっからほんまに俺何ヶ月か、丸々出てなかった。それで、淳家来て、もう記者とかもいない、いいひんかったし、こんなんも写真撮られてないねんから、もう出ろと、健康的に悪いし、ほんで奥さんも心配するし、ずっといてって言って、いやいやいや、そんなもうなんか謹慎開けるときにもう出る。それ以外も出ないってぐらいまで決めてたけど、出ろって、もう家族が迷惑やからって、あ、まあそうかなっていうのもあって、その日に、じゃあなんか家でなんか作ってあげようと思って、スーパーに行った。大関に行った。大関に行ったら、その場所で、陣内さんとシェリーが、ヒルナンデスのロケしてた。ビカーってして、俺もう走って逃げてよ。カゴに入れてたキャベツとか全部、その、もう本当に申し訳ない、大関さんには。その辺の、トウモロコシの辺に全部置いて、うわってカゴ置いて逃げて。急いでて。うわ
って逃げた。逃げてったんですよ。ブッて逃げた。やばいって。一番、そんな映り込みなんて、もう絶対無理よ、メンタルが。ロケしてたんだ。絶妙な、なんか、なんかね、リアルだな。なんですね、その二人っていうのは。またいいですよね。やべえ、やばい。映り込み、うわーと。2階の2階降りてもそっからまた向こう1ヶ月出れなくなそうか、うん、それもありますよ、ずっと閉じ込まなきゃいけないのもすごい経験をね、自分的にはまあこうなんか謹慎してるとか言うけど、うん、確かに家族もいるしさ、そうですよ、それ、うん、そっかって言われた時に出ようと思ったけど、まさかロケんとこに出くわすなんて、そんな嫌 やん。逆に今日はね、奥様が来られていただいて、奥さんちゃん、奥さんちゃん、マネージャー、マネージャーさん、奥さん、マネージャーさんです、うちのすっごいすっごいフォルムがすごい穏やかな、優しそうな方で、健やかな、健やかな方でございますけどもね、はい、うん、はい、あ、メール来てます、中谷篠さん、はい、新宿暴走救急隊よく見てました、上原貴子さんと共演されてましたね、うんうん、論文のお二人の華やかでエネルギッシュな棒演技が印象的でした棒棒は先生、こちらの先生の方がすごくない、そう、もちろん、ね、いやでも、もう実はと思ってました、俺も。はい、棒だっつって、はい。思ってました。だいぶ先輩ですよね、棒の。棒の先輩。芸人ドラマの先輩としては。先駆け。先駆けです。始祖の人。はい、始祖の人。始祖で。ないわ、もっと前におるやろ。いや、もっと前からいるけど、コンビで棒ってあんまいなかったんですよ。始祖。始まりの巨人みたいな言い方やめて。それ以降はでも呼ばれるんですか、たまにドラマは。何がもう呼ばれないよね、棒だから。そういえばその後全然ドラマ出てないですよね。出てないね。出てないってことだったのかなっていうことだったのが答えだと思ってる。ありがとうございます。だってそんなん、うんうん、うまくいってたら他のとこから声かかって、はずですけど、ね、それはもう当然だけど、周りに助けられて、うん、ね、どうにかね、ドラマも大成功で、大成功ではなかったけど、そこそこなんか当時はね、うんうん、思いますよね。そうだよ、吉本のね、芸人さん、演技上手い人多いですもんね。でも確かに周りはね、そうでも本当だからいろいろやってましたよね。そのまあ歌とかも、うん、あの リジャパンも、そう、あの入ってたし、だから紅白で出させてもらったもんね。出てるわけだし、やっぱあれは本当に親には喜んでもらってたよね。あれは喜ぶ。要するにあそこに僕らからしたら、うん、ちょっと年上の人が、うん、あのダウンタウンさんとか、うん、ダントツで若かったですもんね、ロンブーさんがあの中で、うん、あそこに入ったこと自体が、うん、うわーすげーってなったんですよね。そう大抜擢じゃんみたいな、大抜擢で、うん、そうね、ですよね、うん、Dジャパンのメンバーに入ることがすごいですよね。だけどあの時は、うんうん、Dジャパンに入るの、うん、そのダウンタウンさんとか、うん、と一緒になるのがもうびくつくやん、やっぱり、はいはい、だからちょっと嫌やった覚えはあるけど、うん、あ、そうですか、うん、会社のあれでなんかこう入る感じはなったけど、あそこーみたいな感じで、うん、プレッシャーがすごかったんでしょうね、やっぱね。なんか気使うやん。気使わずにそれまでやってたタイプやん。好きな赤とやそうです、ね、本当に自由にね。そうそう、素人の人ビンタしたりとかね。だからやってたよ、本当に賞レースとか関係ない時代でね、今みたいにね、今賞レースがないと出れないくなっちゃってるけど、めちゃくちゃやで。時代そうね、それだけど、そっか。うんうんうん、ビンタとかしてるのは知ってる、うん、覚え、そういうの企画で、はい、ドクロのマークを、うん、のカードと、うんうん、1万円って書いたカードあって、うんうん、それ、ギャルに引かして、うん、ビンタ引いたら、うん、ただビンタするっていう。誰がビンタするの？あ、私が。思いっきり。そんなんやで。すごいっすよね。だけど、それめちゃめちゃ跳ねて、天祖さんの、うん、番組のワンコーナーでやらせてもらったら、うん、それで、なんか俺ら、なんかフィーチャーされるなって。うん、でもまあその出てくる、うん、その女の子も、うん、やってもらいたいんですね、ちょっとね。やってもらいたいとかじゃない。やってもらいたい。走って逃げると俺、破壊締めするから。むちゃくちゃだよ。破壊締めだよ。だけど、これ約束事やからね、みたいな。だって1万円もらえるかもしれない。そういうゲームだから。そうそうそう。はい、それで逃げるなんて、なんですよ。もう、怪獣の世界というか、すごいギャンブル。怪獣の世界ですよ。それはリアル怪獣みたいなことやったら、視聴率取るよね。すごいギャンブル。そんな辺の YouTuber とかよりもむちゃくちゃなことやってたじゃん。ギャンブルだテレビで。めちゃくちゃ面白いですね。ほんで、その当時ギャルとかが、うん、ちょっと、うん、なんていう、男の人とか上の人に失礼な口で聞いてたみたいな文化がちょっとあったん、それがあったから、なんかギャル、
とかに、いいよ別にやってやるよみたいな、向こうも言う感じやって、うん、それがやって見てて、ちょっとでその子がやられるのを視聴者見てて、そうそう、爽快だったり、ちゃんと思いっきり見てる、思いっきりいくからほんまに普通遠慮しますよね、うん、お笑い芸人さんだから、うん、もう淳さんもバーンっていく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 、そう、怒った人もいる、やっぱり怒る人、もう男の力を知ってビビるほんでバラエテレビでこんなことするんだと思ってはぁーって大体すごい嘘でしょみたいなそんな親にも殴られたことないのにっていうセリフが出たのがそこやとそこアムロより前にアムロより前に前に言ってたとアムラたちがアムラたちがアムラたちがいやすごいすごいですね、そんなそんなんがありほんでガサ入れに行きみたいな、そんな別のチャンネルでもうなんか、もうだから素人の人とかとカップル捕まえて、うん、それでも彼氏をなんかアイドルが誘惑してと か、 なんかそんなんもやってましたよね、ほんとね、そんなんはなんか、うん、大掛かりなやつやってたけど、そうそうそう、シンプルなやつもあったよ、シンプルなやつ、シンプルなやつは、うん、カップル見つけてきて、うん、いろんなちょっと、うんうん、キモキャラにしてる子とかを並べて、はい、どこまでキス我慢できるかってお金上げていくみたいなすごいじゃん、むちゃむちゃようよう考えたすごいだけどマジックミラーのマジでマジックミラーこっちじゃないし企画持ってあれも俺ロンドンハルカの生まれたもんじゃないリョウさんやってなかったリョウさんやってリョウさんがそれを外で彼氏が見ててじゃないバカじゃない本当すごいですよ、その当時の企画って、やっぱりネットがまだないというか、うん、ネットだけじゃなく、はい、とかじゃなく、なんかイケイケの時代というか、まあもちろんクレームもあったんでしょうけど、イケイケの時代だけど、うん、2人がやれば、うん、なんかこうできるみたいなところあったんでしょうね、多分そういうような雰囲気あったのかも、多分親が見せたくない番組とかもね、うん、ずっとやっぱ上位にいましたもんね、だから若者版毒まむしさんだよみたいなことだよねなんかもう全然想像つかねえババ長生き資料的なフレーズ出てこねえな、そういうメンタルでやってた若者にできないなそれすごいっすね、やっぱりすごいわ、本当にほんでそれは当たり前のような感じでやってたから、うん、なんか不思議な時代ですね、不思議な時代ですね、うん、今やってもダメでしょうけどね、ダメだね、 YouTube とかでね、いやもうお別れの時間なんですけど、お別れだ、リョウさんからなんかお知らせありますか、お知らせも何もないです、何もない何もない、終わっちゃった、何もないです、何もないです、何もないですか、あの X とかホームページをそうですね、見てください、はい、ゲスト田村リョウさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。伊集院光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている20分番組伊集院光の種、我々がたっぷりご用意した様々な話の種を一緒に育てましょう。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。ラジオリビング、箱崎みどりアナウンサー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の日本放送ラジオリビングは大人気の純金騎兵ネックレスを改めてご紹介します、うん、はい、前回ご紹介してお申し込みが殺到、うんうん、金価格高騰のニュースもあってたくさんのリクエストをいただいています、うん、
今回メーカーの方に無理を言ってなんとか数量限定でご用意することができました。人気の理由はやっぱりお値段。金価格が高騰する中、2割引きという圧倒的にお安い価格でご用意できたからなんです。今世界的な物価上昇の影響でインフレに強い実物資産として金をねこそって購入している方本当に多いんです。資産を守るには金とも言われています。言われてますよ。そうなんです、うん、で金価格今大変なことになってまして、うん、先月 1g 1万2000円を超えて大変だってなっていたのが、うん、今週の月曜日 1g 1万3105円と史上最高値をね更新しまして、今年に入ってからも金価格ずっとね高値圏にあるんです。金に対する注目が一層高まっています。今ねはるかさんの手元にはずっしりですね。そうなんです。これが金か。これが金です金だよ。ずっと持っていたいですね。そうですね、はい、過去5年で金価格見ましても日々変化はあるものの右肩上がりで5年でなんとおよそ2倍。すごい。専門家は今後ますます上がっていくと予測しています。いざという時のために資産の一部を金で持っておこうという方にとっても世代を超えて代々受け継いでいける一品になるはずです、うん、純金貴幣ネックレス 30g は特別価格税込み56万8000円。そしてね今お持ちいただいています圧巻の 50g、うん、ある専門店では同じ重さで110万円以上するものもあったところ、うんはい、特別価格税込み92万2000円。ただし数量限定です、うんね、お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までお電話ください。デザインは定番人気の騎兵タイプ、スタンダードな2面カットで長さは50センチです。身につける資産として男性女性問わず人気が高いです、うん、そして品質の証となる造幣局検定マークが入っています。また資産価値としてはもちろんなんですが、勝負の金とか強さの金と言われまして、うん、自分の格をぐっと上げてくれるアイテムとして人気が高いんですよね、うん、海外の野球選手やアスリートもねかっこよく身につけてるの。つけてる、はい、よく見かけますよね、うん、ただ金というのはすでに掘り尽くされつつあって、今世の中にある金を世界中が買い求めている状態ですから、希少価値が、ね、高まっていっています。特別価格でご紹介できるこの機会にぜひご検討ください。純金貴幣ネックレス 30g は税込み56万8000円、そして一番人気の 50g 税込み92万2000円。また資産価値として人気がある純プラチナもご用意しています。こちらですね、もう本当に綺麗なねキラキラ光っております。こちらもお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料込み。お届け返品についてはお問い合わせセンターにお尋ねください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までお電話ください。箱崎アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。地球の使者パンサー尾形です。家庭菜園地球からサンキュー、サンキュー。食料自給率 CO2 問題サンキュー、サンキュー。家庭菜園で地球からサンキュー。植物に元気を与える肥料ハイポネックス。築地本願寺は届けていきたい、あなたが生きづらさを感じた時にこれでいいんだと思えるひとときを。日々の暮らしを満たしてくれる言葉、これからの生き方を見つけるヒントを。会いに行く、見つけに行く、築地本願寺。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、日本放送です。この時間は日替わりで様々な企画をお送りしてますが、毎週木曜日はこの方とお届け、俳優声優そして愛玩動物史を管理し一級の菊池由美さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そんな菊池さんとお送りするのはこちら、ザ・動物ショー。
私たちが住む地球には知られざる生き物の話がたくさん。今日もそんな世界中のびっくりな動物ニュースを動物大好き菊池由美がワイドショー風に紹介していきます。よろしくお願いします。お願いします。それでは本日のニュースです。脱走シリーズ、今度はアフリカであの巨大な動物が脱走。うん、今日も脱走シリーズでございます。はい、南アフリカでオスのカバが保護区から脱走し、深夜の住宅地を歩き回る姿が話題となっています。今回住宅地で目撃されたカバは支配的なオスのカバにいじめられ、保護区のフェンスを破壊し、人間の住むケープタウン市の住宅地まで命からがら逃げ出してきたとのこと。庭に駆け込んだカバは庭を駆け回り、壁を破壊して逃走しましたが、最終的には警察や保護団体、レンジャー部隊も駆けつけ、無事カバは自然保護区へと帰っていったそうです。カバ、こちらはでかいよね。でかいですね。動画あります。菊池の X ご覧ください。ということで今日の動画はこちらです。うわー、はい、やっぱ街にいるとめちゃくちゃでかい。大きいですね。ゾウみたい。本当だよ。本当ですね。こんなでけえんだ。ちょっと、ね、犬とかではないですよね。ちょっと車とかも大破しちゃいそうだよ、ね、見つかったら。走ってきたらやばいですね。そうなんです、やばいんです。時速40キロぐらい出しますから。わ、はい、こんな歩けるんだね、カバって。ちゃんとそうなんですよ。大きくて強力な顎を持つカバは草食動物でありますが、やはり危険な動物なので、ね、野生は特に気をつけなければいけないということです。はい、動物解説員の遥さん、いかがでしょうか。いや、もし私がこの場にいたらこう話しかけますね。ダンカン、カバ野郎、カバ野郎、保護区戻れよバカ野郎、カバ野郎、カバ野郎、バカ野郎っすね、カバ野郎。笑っちゃうんだよな、たけしさん。たまに出るんだよ、何年かに1回。たけしさんが、はるかたけしが出ますね。何気にうまいんだよね。うまいんだよ。あんまりね、女性でやる、あんまり女性いないんだよ。ユニバースのハラちゃんの顔にその声当ててやってほしい。似合いそう。似合いそうだよ。ハラちゃんも似合いそうだよ。続いてのニュースです、はい。海外のフードデリバリーにあの動物が参戦。オーストラリアのシドニーで馬に乗って運ぶウーバーイーツの配達員が話題を集めています。シドニー郊外の高級住宅街で配達員が乗るのは馬。動画では配達員がヘルメットに取り付けたスマートフォンで注文者の家までの道を確認しながら通りを抜けていく姿が。ちなみにオーストラリアではあまり利用はされなくなったものの、馬での移動は法的に認められていますが、ウーバーイーツでは規則違反となるそうです。そうでしょ。移動していいんだ、うん、馬で。そうなんですよね。いいんですね。ウーバーイーツ、はい、馬で。そうなんです。でこちらです。うわ、本当だ、にこれ。ねえ、こんな普通に馬乗っていいんだ。歩いてる、歩いてます。横断歩道しっかり。本当だ、ゆっくり。すごい文化だね。ってますね、文化です。オーストラリア、本当ですよね。歩道を走ったりはしないのか。やっぱりゆっくり歩いてる感じの動画ですよね。ね、走っちゃうとやっぱ危ねえよね。そうですよね。すげえ。このネット上のユーザーなんですけれども、うん、私も馬で配達してほしいとか、食べ物は冷めても馬が届けてくれる方がいいという好意的な意見が多く上がっているそうです。動物解説員のはるかさん、いかがですか。ウーマーイーツでいいんじゃない。あ、これ清水美智子さんの新作のモノマネでした。新作のやつやっちゃダメでしょ。そんなの業界のルールだよ。ちょうどいいなルール。ダメだよ。ちょうどいいなって。業界のルールですよね、使うとして。はい、本当に初出しはね。たけしさんだけにしといてください。ね、新作は。以上、動物ニュースでした。メールも募集中です。動物に関する質問や気になるニュースなどありましたら、rs@1242.com までメールの件名に動物と書いて送ってください。うん、また私、菊池由美のポッドキャスト、ワンダフルトゥモローも日本放送、ポッドキャストステーションにて配信中です。うん、映画は、メン、同じ顔の男たちという、まあ、ホラーと、フリーペッツですね、この所属している動物の福祉を考える団体のことについてお伝えしています。うん、はい、ありがとうございました。菊池さんの周りには、その、いい人とかいらっしゃいますか。うん、います、います。普通の方
ちょっと演者さんなんです、うん、演者さんで普通の方はちょっとわからないんですけど、あんまり私はお会いしてないんですけど、うん、実はこのナイツのお二人とはるかさんは、うん、どこかあのお出かけしたら必ずお土産を買ってきてくれる、うん、こんな私目にお土産を、なるほどなるほど、くださるんです私に、うんうん、そうなんです、どこか行ってきましたって言ったら、はいはいはい、土屋さんも、はい、花さんも、はるかさんも私に買ってきてくれるので、はい、すごい優しい、いやそれはまあ、まあ、配置1個とかになっちゃいますけどそれはまあ配置1個とかになっちゃって申し訳ないなと思って、じゃあ棒でくれますよ、ちょっとあ、そうそう棒で、それでも嬉しいですよ本当に、まあ、普通はないと思います、あ本当に1週間に1回しか会わない、いやそういう逆に嬉しいですね、なんか、はい、やっぱりギリギリのラインだったんで、菊池さんってそのあそこかれか何だってギリギリのライン、渡すかどうかギリギリのラインだったんで、そんなに言われたらすごい嬉しいです、はい、渡してよかったな、渡してよかったですね本当にいい人だと思いますそっちだったの、それを言うとまた他の曜日の私もらえないですよね、 なる人いそうじゃないですか、いや、ね、本当にね、そうやってね言ってくれるのがありがたい、何でもいいんですよね、何でも欲しいものとかは特に別に、あ最近ちょっとあの私好きなお菓子が博多の通りもんっていうやつなんで、通りもん、ちょっとそろそろ食べたいなとは思ってます、あらリクエスト、はい、じゃあ福岡のレギュラーが始まったから俺もちゃんが東京に行ってないんですよ、あと博多の人よ、博多の人よも買ってくる、リクエスト、博多の人よっていうね、お使いじゃないですか何しに行くの、にわかせんべいも買ってくるっていう、はい、ということで以上動物ショーでした、菊池さんまた次回もよろしくお願いします、お願いします、ビッグカメラ、最新家電をもっとお得に買い替え祭り、対象の省エネエアコンへの買い替えで最大3万円引き、大画面テレビならなんと最大5万円引き、さらに 10% ポイントサービス、冷蔵庫、洗濯機などもお得に買い替え、ビッグカメラへご相談ください。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。時刻は2時51分です。続いて日本放送ニュース、ニュースデスク、森田さんお願いします。はい、お伝えします。佐賀県の玄海町議会は今日、原子力対策特別委員会を開き、高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場の選定に向けた第一段階の調査を受け入れるよう求める請願を賛成多数で採択しました。明日の本会議でも採択される方向です。脇山慎太郎町長は調査に応募するかどうか来月以降に最終判断する考えを示しました。玄海町には九州電力の玄海原子力発電所があり、原発がある自治体でこうした請願が出たのは全国で初めてです。調査受け入れによる国からの最大20億円の交付金を活用した経済振興を目指す思惑もあります。これについて林官房長官は今日午前の記者会見で情報提供に取り組むと述べました。最終処分事業に関してはさまざまな意見があるものと認識をしており、まずは地域で丁寧に議論を深めていただくことが重要であると考えております。国としても地域の声を踏まえながら引き続き必要な情報提供等にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
次に今月16日に栃木県那須町で焼けて損傷した宝島龍太郎さん幸子さん夫婦の遺体が見つかった事件で、夫婦と実行役とみられる2人組が接触した疑いのある東京都内の空き家から血の跡が見つかっていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が暴行を受けた可能性もあるとみて血の跡の鑑定を進めています。一方、死体損壊の疑いで逮捕された平山良健容疑者は15日夜、車で訪れた品川区内で2人組と合流しましたが、その後車には乗らず、2人組について本名は知らないと供述しているということです。警察庁は犯罪の被害者や遺族に支払われる給付金について、遺族への給付金の支給最低額を底上げすることなどを加えた犯罪被害者等給付金支給法施行令の改正案を今日公表しました。改正案では遺族給付金の支給最低額を底上げし、受給者が配偶者や子ども、それに父母の場合は加算する仕組みも新たに設けます。底上げと加算により多くのケースで支給額は1000万円を超えるということです。警察庁は6月中旬の施行を目指しています。おしまいに、プロ野球のソフトバンクなどは本拠地の福岡ペイペイドームの名称を今日からみずほペイペイドーム福岡に変更すると発表しました。連名でのネーミングライツ、命名権はプロ野球の一軍本拠地では初めてということです。ソフトバンクは2008年からみずほフィナンシャルグループとスポンサー契約を締結し、協賛試合やイベントの開催などで連携を強めていました。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は100年を作る会社カジマ、フジパシフィックミュージック、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。はい、メールね、りょうさんの感想メール、はい、リサイクルショップさん、ゲストの田村りょうさん、昔のギャルに1万円かビンタかのゲームの話、めちゃくちゃ面白かったです、今度影山増田さん考案のゲームスリルにも取り入れてみたらどうでしょう。なんだっけ、スリルね、あれ1万円が入って入ってるかどうかの当てたら、もらえるんでしょ。もらえるの。でその影山くんは何でも得ないでしょ。何も得ない。そうですね。おかしいよね。影山くんのスリルです。それでみんなされるんでしょ、あいつこれ加えるとしたら。そうただただかわいそうだよ。めちゃくちゃだよね。勝手にビンタされるか1枚もら取られるか。どっちかしら。意味わかんない。罰ゲームじゃん。なし買ってくるだろう。柴犬子さん、ロンブーさん超ド世代だったので、昔のテレビの話めちゃくちゃ懐かしかったです。かなりはちゃめちゃなことやってたのにビンタされるギャルを見て羨ましいと思っちゃったりしてたんで、そういう人見たよね。若い頃の私も結構やばかったなと思います。スーパーでヒルナンデスのロケを見つけて逃げちゃった話はリアルすぎるし、なんかめちゃくちゃ量産っぽいなと思いました。ヒルナンデスね、絶妙だったね、あのシェリーとシェリーとジンジナさんっていうの。逃げたくなるよね。あまりにもキラキラしてるね。うん、あの時かなんか言われますもんね。そうですね。なんか言われるし。今日はね、はい、テーマが面白い。はい、テーマメール。うん、はい、ポテンヒットさん。私が出会ったいい人は ATM に 2,3 人並んでいる時に1回の処理が終わったら後ろに並び直す人です。送金だと手順も多く時間がかかるので、引き出し専用 ATM とかできるといいのになと思います。わかるわかる。だけど大変だよねそれね。そうですね。まあ、ATM がこう1台しかないとね、ちょっとやっぱ後ろのプレッシャーがあって、プレッシャーある。たまらず後ろに行っちゃうっていう気持ちはわかるけど、まあ、何台もあったらもうしょうがないよねそれは。あれだからもうね、裁く人がいないからね、そうなっちゃうんだよね、やっぱり自分のペースしかないからね。そうだね。そう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 。全然本当人によって違うからね、あのやる手続きの量が。そう、予約制にしたらもう予約制、15分とかさ、もうあらかじめ予約しといて、この時間の10分だけとか、そのもうまあ、アプリとかですぐそれができるようになったらみたいな、ちょっとありそうだけどね、なんかね、なんかね、で終わったらブー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 、
捕まるみたいなさ、なんか銀行ごとみたいな、銀行ごとみたいなね捕まるした方がいいんじゃないの、やっぱり、うん、みんな平等にしないとね。そうだね、そう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 、携帯ショップとかも今予約制だからだいぶ早くなったじゃん。あ、まあ、あんな予約できなかったからめっちゃ混んでてさ、確かに土日とかすごいからね、すごかったじゃん前は、今便利になったもんね、事前に予約してるから、そうですね、 LINE とかで予約できますもんね、うん、そう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 、ね、そうなるかもしれない、なるかもしれない ね、うん、はい、今日はね、いい人というねテーマメール、はい、まだまだお待ちしております。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999、 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時を回りました。ナイツ・ザ・ラジオショーをお送りしております。さあ、木曜パートナー箕輪はるかちゃんからこの時間のお天気をお願いします。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 23.2 度、湿度は 60.4%。 今日の東京地方は晴れ時々曇り、関東地方は日差しがたっぷりと届き、気温がぐんぐんと上がっています。午後2時までの最高気温は都心で 25.3 度で、内陸を中心に25度を超える夏日のところが多くなっています。この後も傘は必要ないでしょう。急な暑さで体調を崩さないよう、こまめな水分補給を心がけてください。明日もだいたい晴れて、季節外れの暑さが続くでしょう。以上、3時のお天気をお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。メール1枚来てます。慎吾丹さん、うん、放送回数の大騒ぎ、ほんと素晴らしすぎます、うん、それに引き換え私はのほほんと聞いてしまってるなぁと反省しきりです、うん、でも先日発見をしました。2時と3時の鳩時計がちゃんと2時は2回、3時は3回鳴いてるんですね。ただ可愛いなって聞き流してました。今更なことなのでしょうが、こういう細かいとこ大好きですということで。あ、そうなんだ。気づいてました？知らない。知らない。鳩時計が鳴ったのも今知った。鳩鳴いてたね。2時、2時の、あ、これか。ザ・ラジオショー。あ、2回。あ、これ今2時ですね。これか。3時。本当だ。本当だ。3時です。知らなかった。これは知らなかった。新ゴタンさん。知らなかった。よく気づきましたね、これね。スタッフみんな知ってたのかな。しかも生ですからね、鳩の声も。それだけ生に泣かしてる。生ですから。生で泣かしてるんですよ。なんか寄せのマジシャンみたいな。楽屋持ってくんのこれ。それがすごいですよね。勝ってる。それがすごいです。日本放送で勝ってるんだ、鳩。日本放送で勝ってるらしいですよ。すごいです。ちゃんと参加。レオナルド時代からのあれで。ということで、この時間この方がスタジオに来てくれました、はい、日本放送飯田浩司アナウンサーです。どうも飯田でございまーす。働きすぎだよ。いやいやいや。今日も朝やって、この後もね、下さんももう肩やっちゃったから。よくしてますね。肩脱臼しちゃった。脱臼しちゃったから。下郎さんも。木曜日はそういう日なんですけど、ね、そうですよね。そうそうそう、今日その上鳩やらされてね、本当に。あ、石田さんがやったんですか。飯田さんがやったんですか。鳩。いろいろややこしいですね。モノマネができるから。いやいやいや、ね。あれですよね。いよいよなんかあるんですよね。はい。横浜でですね。はいはい、もう売り切れ。
ってる。いやいや、とんでもない、とんでもない、はい、あそこはでっかいぞ。なんか神奈川県民ホールって2500神奈川県民ホール2500ホール。いや本当ね、無謀なことやったなと思うんですけど、はいはいはい、いやいやいや、OK工事アップの、ねイベントですよね。そうなんです、あの売るほどございまして、イベントがこちらでございます、うん、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、ということで、そうなんですよ、今週末3連休なんですけど、うん、ちょうどその中身のですね、うん、28日日曜日の夕方4時開演でございまして、うん、私だと新業アナウンサー、そして、まあ、あのゲスト論客の皆さんが集結をして激論を振り広げる、はい、例えば目玉焼き何かけるかとかそういうことで激論激論の内容 が, 内容がまさかの醤油か塩かソースかソースかみたいな、お前醤油じゃねえだろっつってつかみ合いの大喧嘩そうじゃないそうじゃないテーマはね、テーマはちょっと真面目な話をして、ニュースをどうするとか、そうか、この国これから先どうなるみたいな話でございまして、はい、番組によく出てくださってる、はい、コメンテーターの方々です、作家で自由民主党参議院議員の青山繁晴さんとか、経済学者飯田康之さん、エコノミスト片岡剛志さん、それから安全保障専門の小泉優さんとか、ジャーナリスト須田慎一郎さん、さん、はい、インド中国に詳しい中川浩二さん、それから経済アナリストの馬淵麻里子さん、安全保障の専門の峰村健二さん、評論家宮崎哲也さんと、一応あの重機の専門で、重機の専門家、重機専門家、はい、入れなくていいですか、激論来てくださるんですか、刺されますよ、はい、激論そして破壊、困ってるじゃん、ちょっとさらちにしてしまうか、さらちにまずいさらちにするのまずい重機だけに重機だけにですか、高松奈々が入ってないじゃないですか漫才協会枠どうしたんですか、なるほど、漫才協会の枠で一応高松奈々激論枠、それ会長からちょっとブッキングお願いしていいですか、全然いいでしょ、いや本当ですか、忙しいでしょ、3連休の真ん中だったら絶対そうですね、これはすごいですね、であのチケットまだまだございまして、はい、一般指定席税込み1枚6500円でございます、うん、あの各種チケットプレイガイドピアローソンチケット E プラスでお早めにお買い求めください、うん、はい、で来場難しいよっていう方はグローバル配信チケット、配信チケット、はい、配信も、うん、オンラインで生でご覧いただけるほかアーカイブもありますので、うん、番組のホームページのバナーからですね、イベントの特設ページでご確認をいただければと思います、まあ、絶対ない、大丈夫なんでしょうけど、飯田さんが例えば風邪ひいちゃったとか、はい、なった時誰がこの時は、ね、一応あの考えてるんですか、そのスタンバイ、この時は、いやそれ本当でも誰がね、いや他の日本放送のアナウンサーが行くとか、いやでも大変じゃん、結構あの器用な人がいっぱいこう出るんで、多分誰かが器用な人っていうと、まあまあ基本は新庄アナウンサーがそっちから回してくれるんじゃないそうっていうことですか、それはすごい、飯田さんいないと、はい、も飯田さんも万全で、うん、ねえ、清水さんがこの前ここでライブやってましたよね、そうですよね、神奈川県民、そう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 ですよ、2500人だとすごい大変なものなんだ、ね、やるということですか、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、青春かなは付き合ってもらわなくていいのかな、青春かないらないでしょ、あ、いらないですか、あ、わかりました、明日旧文通費の100万円上乗せされてるやつに関して制度的に公開しろって言ってるところは制度改正しなくたって公開しろよ、新法二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から、どうせ俺たちあの少数派だから法律変わんないもんねって、変わんない限り今のまんまでいくみたいな態度ってさ、ちょっとひどくない？お聞きの番組は FM93 AM1242ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です、月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン、この時間はパートナーにスポット当てたコーナーをお届けしています、毎週木曜日はこちら、青春かな、学生時代は家と学校の往復、青春時代を取り戻したい私はるかがラジオドラマの中でヒロインを演じて青春を取り戻すという、大型連休どこ行こうかとはしゃいでいる人たちを尻目に等身大の幸せを考えるコーナーです、目的があったはしゃいでたっていいだろう、いいだろう別に大型連休ぐらい等身大の幸せがね一番いいですからね現実に戻さなくていいんですよ、はい、今日もリスナーの皆さんからちょっぴりキュンとする春くんなラジオドラマを送ってもらっています、うん、はい、まずはすみのりさんです、今宵0時、美濃輪お嬢様の所有する
ゲートダイヤモンドを頂きに参上する。怪盗ツッチー。クソ、怪盗ツッチーのやつね。また予告状か。でも安心してください、我々警視庁捜査一課の威信にかけて箕輪さんとゲートダイヤモンドをお守りします。私はこんなダイヤいりませんの。ツッチー様にお会いできるならいくらでも差し上げますわ。まったくのんきなものだ。もうすぐ0時ですよ。停電？落ち着いて、非常灯。ダイヤが金消しに。あ、ツッチー様。箕輪お嬢様、ダイヤの代わりに金消しをあなたに。では。ツッチー、次は外さないぞ。俺は本気だ。ダイヤ置け。今日のところは私の負けですね。お二人ともまたお会いしましょう。アディオス。くそ、また逃げられたか。まだそんなに遠くまで逃げておらん。お前追え。箕輪さん、すいません、発砲してしまって。お怪我は？ああ、盗まれてしまいましたね。ご安心を、ダイヤはここに。花輪警部、あなたにハートを打ち抜かれてしまいました。あの怪盗、私たちが協力して捕まえますわよ。ここから君を奪って。どうしたんですか急に。今回はどういう展開だったの？ね、急に急に花輪さんとの。あ、そういうこと。急になりました、ね、なんか発砲するところバキューンになったんだ。かっこよかった、ね、発砲した瞬間の表情ちょっと俺見てなかった、ごめん。見逃しちゃってたな。ちょっとそれラジオだからね、ちょっとそれが分からない、そう、読みながらだったから、うん、想像していただければ、ね、内藤剛さんでした。ん、内藤剛さん。そうですね、うん、あのなんか一課長ってなった瞬間にね、そういう風に思っちゃったんですけど、うん、勝手にね、勝手に内藤さんになっちゃった。、うん、はい、続きまして、うん、すごいよますみちゃんさんです。設定は競馬場にてです。デビューから応援している馬、願い叶うがついに夢の大舞台だ。緊張するな。この子がもし勝ったら大好きな土屋先輩に勇気を出して告白するぞ。あれ、はるかちゃん。わあ、土屋先輩、偶然ですね。こんなに人がたくさんいるのに偶然会えるなんてすごいね。ああ、そっか、今日ははるかちゃんの推し馬が出てるんだもんね。はい、もし今日願い叶うが勝ったら私の願いも叶うって願掛けしてるんです。はるかちゃんの願いって。ほーら、レース始まりますよ。スタートしました。ほんと、コースタートは願い叶う。一頭出遅れてしまったのは獅子王が騒ぐ。よし頑張れ。残り 100m、 願い叶う頑張っている。並んでくるのはヤホーで検索、ヤホーで検索。盛り返す、願い叶う。しかし外から一気にラッキーボーイ、ラッキーボーイだー。あー、惜しかったね。はい。でもさ、はるかちゃんの願いは何かわからないけど、僕の願いは叶ったよ。え？今日、はるかちゃんと偶然会えた僕はラッキーボーイ。今度は偶然じゃなく、二人で一緒に出かけませんか？あ、そうなんですね。なるほど。いいですね。そうですね。ちょっと前の CM だね、これね。あ、そうなんだ。そうだね。あ、このイメージあるわ。ありますね。あるあるある。いいですね、馬の新しい競馬デートいいですよ。うん、いいですね。花さんの実況も実況っぽかったね。あ、そうですか。実況は棒読みなのがいいのかもしれない。逆にそうかもしれないね。あ、淡々と話してる感じがね。あと内藤隆だからなと思って。すみません、今更。私も言った後に、うん、あれ違うと思って。すぐ言えなかった俺が悔しいです。ずっと不安でしょうがなかった。この1分間内藤さんはすごい、みんな間違える。藤吉って子供の頃入っちゃったんだよね。そうだよね。爆笑の太田さんもラジオ聞いてるといつも間違えてるもんね。間違えるんだよね。たけしとか言ってるから。失礼しました。いえいえ、とんでもないです、はいはい、続きまして、和製メーテルさんです、はい、キャスト魔女が箕輪はるか、はい、鏡花輪信之、鏡屋土屋信之です。間違いなしないと、はい、鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰？それは白雪姫です。はあ、気に入らないね。鏡や、次の鏡を持ってらっしゃい。はい、これ割った鏡の代金も支払ってもらえるんだろうな。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰？あなた様です。嘘おっしゃい。ええー、
自分の見た目が世界一でないことくらい自分が一番分かってるんだよ。鏡へ、次の鏡を。はい。そうなってくるとこれの正解は何なんだ。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰。お前今鏡見てんだろ。どういう意味だい。お前が思う通りだよ。美的感覚なんか人それぞれだろ。だけど少なくとも俺はお前のことをすげえ綺麗だと思うけどな。この鏡にします。毎度あり。あれなんかそうだね、あれそう、白雪姫か、白雪姫の中の魔女がやってるやつなんですよね。そうですね。うん、こういう風に言われたらなんかね、そうだね、受け入れやすいかもしれないですね。受け入れやすい、それぞれ。そうだね、難しい、かなり難しい、ややこしい女だよねこの人もね。そうですね、うん、青春だったっけこれ。青春なのかな、青春なのかなと思いますけど、はい、そうですね、うん、今日もね良かったですね、どれも。はい、馬のやつなんかもね、まあ、これがやっぱ青春っぽかったね。そうですね、うん、はい、設定としてはね、競馬実況もあったし、うん、よかった。はい、それではすごいよますみちゃんに春亀もプレゼントします。ありがとうございます。こんな感じで青春を感じさせてくれるドラマのワンシーンを送ってください。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名は青春でお願いします。青はカタカナ、春はひらがなです。たくさんの春キュンドラマ待ってるよ。待ってる。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。暮らしの始まりにも素敵な出会いはあるよね。寄り添うように、一般住宅からマンション建設、不動産管理まで、住まいのベストパートナー。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ナイツザラディオショー。はい、メール、はい、今日はね、いい人っていうねテーマで、はい、福岡県のワンダーさん42歳、うんうん、身近なところでは大家さんがね、いい人だなと思いますね。住んでいるアパートの隣に大家さんの畑がありね、うん、畑で採れたお野菜やみかんなどの果物をよくいただきます。先日旅行先でお土産を持っていくと、お返しに大根をいただきました。長生きしてほしいと思います。いいね、優しい大家さん。やっぱ近所にいい人住んでるとね、そうだね、本当に全然違うよね。ね、めっちゃさ、近所にさ、はい、いい人いるのよ。うん、で一回なんだろう、呼んだことあるんだけどさ、普段なんかスーツでさ、いるんだけどさ、うん、私服がさ、意外に何だろう、こうヤンキーとかが着る上下 のセットアップのジャージだったら、ちょっとビビっちゃった。あ、そう、そういう感じだったんだと思って。ね、そうだね。違う人来たのかなと思ったんですよ。昔の名残ですか。昔名残なのかな。そういう時代があったのかな。若い人だって。まだ28ぐらいで。そうそうそう。でもいい人なんだ。いい人、いい人。
マンボーイヌさん、はい、うん、私はご飯が大好きです、うん、反して周りの友達はご飯をたくさん食べない人が多くて、うなぎやカレーを食べに行くとみんなご飯を分けてくれます。みんないい人です。いい人に囲まれて幸せです。ご飯ね、うん、まあ、食べれなくなってきてるだけだと思うけどね、その周りの人はね。ああ、この方55歳。あ、そう、ご飯食べるに越したことないからね。いいよね、食べてくれるんだったら、周りみんなご飯を見てくれるからいい人です。すごいいい人なのかな。いいよね、この考え方がいいよね、幸せな考え方だよ ね、まあまあまあ、助かりますしね、こっちも。そうだね、お互い言えないときに、そう、向こうもやっぱ残したくないから、食べてくれる。向こうはいい人だって思ってるよね。そうですね、お互いにね。はい、宮戸川さん、はい、爆笑問題さんのラジオでも第700回記念と銘打った放送がありましたが、リスナーからのメールで500回だったことが判明しました。700回って数えにくいんですかね。いやいや、そんなことないだろ。間違いそんなことないって誤差がありすぎて、何作ると間違えることある。でも、あの100刻みは合ってたってことなんだ。あ、なんか、そうですね、うん、どっかで100の位を間違えちゃったんでしょ。まあ、700週と500週のほどかな。まあ週1のやつだから ね、これはひどいね、やっぱ、ね、ラジオってそういうもんなのかな。日本チャレンジャーアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。あ、財布にお金がない！という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、ATM ならローソンへ。命に小さい大きいなんてない。この地球上にはたくさんの命がある。一つ一つの命、どれもが同じように尊い命。その大切な一つの命。小さい大きいなんてない。命に一つ一つ小さい大きいなんてない。どれもがでもなーって時に、アースゴキジェットプロ速攻です。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。7時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、そうそう、お別れのお時間となりました。今週も1週間ありがとうございました。さあ、週末もラジオショーでお楽しみください。明日の中川家ラジオショー、ゲストはまゆりかのお二人、土曜日のサンドイッチマンラジオショーはゲストが春菜愛さんです。そして来週のナイツラジオショーは、2日間のみの放送、大型連休ということもあってね、ちょいちょいお休みが入ります、はい、29日月曜の放送お休み、30日火曜日1時台に笑い飯西田さん、ダイヤモンド野沢くんのクイズもあります、2時台にジャングルポケット斉藤さん、そして1日5月1日水曜日は、2時台おいでやす小田さん、3時台にザ・プラン9の大井久馬さん、そして2日木曜日も再びお休みと、いう分業制が整ったチームの中継ぎピッチャーみたいな感覚で登板します。休ませることですね、はいはい、この後3時半からは辛坊治郎ズーム、そこまで言うかです。この後も日本放送でお楽しみください。はい、さあ、はい、メールが来てる、はい、イザベルさん、コーナーゲスト、今日の放送も楽しかったです。私は1回の放送としてカウントしていいほど盛り上がったと思いますので、来週月曜日719回目の放送頑張ってください。 しますけど、認定していただきました。認定会っておかしいじゃん。そうだね、何なんだそのゼロカウントの回があるのおかしいから。それも実質300回とか言われちゃったら嫌だよ。少ないなとか数え方結局統一するんでしたっけ。これはだから厳しい意見もいただきましたよ、はいはい、女性の方で、はい、セレンさん、しっかり
回数計算してほしいです。花輪さん、はい、ドラマで第6話だったのに、はい、間違って第7話だったみたいなことですよ、うん、しっかりお願いします。そうですね、したいんだけど分かんないんだよもう、ね、こうなっちゃうともう分かんないんですけど、分かんないんだよ、ここで日本放送になんかね、そういう数えてるところがない、第三者機関っていうの、まあ、そんなにしなきゃダメ、財団というのかな。そういうね、データスタジアムとか、ね、うん、いやそんな頼むようなことじゃないけど、ね、委託するしか、やっぱお金もらわないとやんないから、こんなの。いやいやいや、ね、絶対余裕でできてるって普通の番組は。こんな混乱することあんの。どうしたの最後あれば。急にだか埃が入りました。弱いな。そうだ、ね、弱い埃でなっちゃうんだね、はい、うん、気をつけないと。ちゃんと数えます、ちゃんとね。そうですね、これから、うん、数え方もまあ統一して、統一しましょう、ゴールデンウィークはね、うん、過ごしたいと思います。ゴールデンウィークはまあ、はい、数えちゃっていいのがね。もう分かんなくなってる。もう分かんない。ここまでの相手は、ナイズの土屋のみゆきと、花輪のみゆきと、アニセンボ美奈遥でした。また来週。Oh,
わあ、ハロー、戻らない幸せがあることを。幸せがあることを。